い、ドンピシャです。ペジャンコです。はい、テッドです。お願いします。お願いします。というわけで、雑談放送第211回。が始まりました、はい、うん、始まり、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の三人称チャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。はいよ、はい、始まりました。というわけで、はい、公開収録としては2週間ぶりになりますかね。なるほど、そうだね、うん、そういえばそうですね。そういえばそうなんです、うん、前回は、先週はね、突発的にちょっとそうね、公開ではなく非公開で、非公開収録みたいな感じで、ね、非公開収録をね、ありましたけれども、いかがお過ごしですか。今週、うん、うわー、本当に何もなかったな。もうマジですごい週ね。うん、いやマジで驚くぐらい何もない時は本当に何もないからね。マジで何もなかったな。そんなにさ、何かある日ってさ、そうそうなくない。まあまあそうだけどねえ、うん、平常運転さんの場合はさ、うん、うん、なんかあったんじゃないの。何もなかったの。一応挟んでる、挟んでることになるんでしょ。あー、まあそうですね。そうね、お前そうだわ、全然忘れてた。お前が何もないと、うん、まあそうだね。そうすると俺のそうだね、ハードルがガチ上がりしちゃうからね。そうだね、俺そうだ、誕生日があったわね。一応あったわけじゃない、うん、まあ、うんうん、先週だとそうだ、収録してたのが誕生日よりも前だったからあれだけど、はいはいはい、うん、一応ね、ありましたよ。まあ別にもうこの年になると誕生日があったからなんだってわけじゃないけどさ、うんうん、まあ、あんまりね、一応ね、雑談してますから、うん、話すのもいいんじゃないですか。まあ当日は、うん、夜の10時頃まで仕事してて、あ、でまあ終わって次の日だから火曜日だよね、うん、火曜日収録休ませてもらったんだけど、ああ、まあ、実家に行きまして、ああ、そうなんだ。で、そう、実家に行って、まあ、ちょっとね、うち、ん、に犬がいるわけですけども、あ、まあ、ちょっとね最近元気がないようなので、うん、まあ、ちょっと見に行ったり、うん、まあなんかご飯でも食べに来なよって言われたから行って、なるほど。でね、正月に俺、実家にカニを送ったのよ、たんまりと。はいはいはい。そしたらなんか食べきれなかったっつってまだ残ってて、カニ、カニ、待って待って待って、正月でしょ、うん、正月に送ったカニがまだ残ってたの。そう、あの、それって、うん、残せるの。いや、なんか箱一箱何キロのやつがあって、うん、それを何個か送ったの。あ、結構送ったね。そう、もう数キロ単位で送って。あ、かなり送ったね、うん、そう。で、うちのね、姉ちゃんのとこも家が近いから、あ、うん、でみんなで食べろっつって、うん、送ったんだけど、うん、いや、いかんせん食べれないっつって。いや、まあ、数キロでしょ。そう、そう、ね、で、残ってたのを、うん、だから食べさせてもらってさ。おいや、まあ、うまかったっす。あ、うまい。半年経ってもいけてる。半年経ってもいけるカニって半年経ってもいけるんだね。いけるんだ。そう、カニってさ、どんくらい持つもんなの。ね、俺も基本わかんないけど。いや、わかんないけど。え、でもすぐ食べた方がいい。まあまあまあ、うん、多分そうだと思うんだけど、うん、まあ冷凍されたまま来て、うん、そのまま冷凍してたっぽいんだけど、はい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 、だからまあ大丈夫なのかな。今もちょっとね、不安ではいるんだけど。俺一回昔冷凍庫にあるラザニアを食べて、うん、で1ヶ月後ぐらいに、あの、うちの母ちゃんに、うん、そういえば最近、あの、体調子どうって言われて。何その心配の仕方。怖い怖い怖い。で、うん、いや別になんもないよっつったら、うん、あの、結構前だけど、うん、冷凍のラザニア食べたじゃんってなってさ、うん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 、で、はいはい食べましたっつったら、あれ、おそらく賞味期限1年前なんだけどって言われて、結構な。そう、確かに奥にあったのを発掘したの。お、なんかあるじゃん、ラッキーと思って、うん、で、まあ大丈夫ならいいんだけど、え、ちょっとそれもっと早く言ってよって言ったら、うん、いや多分言ったらその気持ちの問題でなるから1ヶ月くらい経って、そう、その気持ちの問題でお腹痛くなったりすると思うから、うん、
だから意外と大丈夫なんだねって言ってた。ああ、すげえ想像ついたわ今、うん、顔知ってるからさ。ああ、そうそう、うちのこと言いそうな感じだった。言ってるな、うん、なるほど。まあでもまあ全く問題なく、ああ、本当そう、ね、でまあ家はまあ普通に行って、うん、でね、うん、まあそれはその誕生日の前次の日なんだけど、あ、俺の誕生日の日に、うん、うちの近くで、うん、友達がバーなのかな、なんだろう、居酒屋なのかバーなのか、ま、そうドンさんと二人で行って、うんうん、行ったら、ね、俺らを知ってる人がいて、もう食い気味にペサンって言われた。あ、なんか言ってたね。そういう話しましたね前にね、うんうんうん、でその友達、幼稚園からの友達なんだけど、うん、がまあ結婚して子供ができるっつって、でまあ6月ぐらいなんだっていう話はずっと前から聞いてて、うんうんうん、はいはい、で最近連絡なくて向こう行ったら、うん、あっち、うん、行ったらね、それでね、生まれたって、その俺の誕生日と一緒でね。あ、そうなの、うん、生まれたみたいです。同じ日だじゃん、同じ誕生日に。ね、で俺、うん、その幼稚園からの友達、仲いい友達と、うん、もう一人、その俺がペさんって呼ばれた日に久しぶりに会った友達もいたの、うん、それも小学校からの友達なんだけど、うん、それも俺と同じ誕生日で、うん、どんだけお前と同じ誕生日の人いるの。2人誕生日なんだけど、うん、もう3人目だよね、近く3人目が増えたっていう。なんならだってあれじゃん、その動画投稿してた引きさんっていう人がさ、ね、ちょっと仲いい人がいたけど、うん、その人も同じ誕生日、同じ誕生日なんだよね。すげえいるんだよね、マジで。6月18日はね、うん、すげえ生まれやすい日か、生まれやすいのかもしれない、うん、へえ、ようその日に生まれたなと思ってさ。本当だね、うん、そうで、まあ合わせたんだろうね、多分ね、あとあと聞いて、うん、でもしかしたらこれ来るかもしんないっていう思ってたらしいんだけど、うん、まさか本当に来るとは思わず。すげえよな、うん、ね、まさかの。いや、びっくりしたよ。だからまたちょっとお祝い。そうだね、お祝い。同じ日だともう忘れたってなって言えないからね。言えないね。そうだね、言えない。嘘つけよってなるもんね。うん、いやー、よかったっすよ。いや、よかったっすね。この雑談もちょいちょい聞いてるみたいだからね。あ、そう、うん、割と聞いてるっぽいぞ。ああ、うん、やっぱり有名人のぺちゃんこさんにちょっと合わせてきたんだろうね、多分ね。そうだね。いや、今生まれなきゃっつって、やっぱ来てくれたんじゃない、そうだね。いや、ありがたいよ。そう限りですよ。まあ、今年はそんぐらいかな。ただ実家に帰ったよっていう話で、うん、でまあサッカー始まったからね。あ、最近はもう常にサッカー、サッカーね、まあなんかあったら見てるな、サッカー、うん、そうだね、うん、ね、うん、そんな1週間でした。あ、そうですか、はい、なるほどね、うん、なるほど。あ、特にあ、どうした。あ、いや俺なんかあったっけ。特に触れないんだなと思って。触れない。うん。テッドさん、俺らなんかしたよね。あ、テッドさん、俺らなんかしたよね。そうだね。ごめんごめんごめん。確かに、なんかありがとうとか、うん、あってもいいかなとは思う。あ、てっきりその、ね、誕生日だからさ。うん、あ、てっきりだわ。うん、そうだよね。危ない危ない危ない。そういうのを忘れちゃう人なのかな。そうなんだよ、お前。そうだよね。しかもお前、まあ、うん、誕生日当日10時まで仕事してんじゃねえよ。いや、不在のね、不在だ。お前、俺誕生日の日夜帰ってきて、うん、そしたら宅配ボックスに、うん、入ってたわけ、うん、荷物がさ。でしょうな。で ね、 でね、まあ、うん、多分これ言うと恥ずかしいのかもしれないんだけど、うん、前日に、うん、ドンさんが、うん、お前明日いんのって言う。あ、何、ドンさんそんなことやってたの、うん、あのね、なんかの話で、うん、ペイさんと LINE してた。多分ね、その子供のことだと思う、うんうん、子供が生まれるよーの、だから俺知らねえんだ、うん、それ。そう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 、危ねえことしやがるな話で、ちょうど、うん、ペイさんと LINE したから、うん、あ、ていうかお前もうその時には送っちゃってたから。はい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 、はい、はい、うん、なるほどね。ていうかお前明日いるんだろうなと思って、うん、
しとる、なんか仕事だとかって、うん、夜ならとかって言うから、うん、あまあまあまあワンチャン不在票でも、うん、まあ頼めばね、そう間に合うだろうと、うん、思ってたんだけど、うん、10時までていやそれでね、うん、入ってて、うん、で、あドンさんだと思ってさ、うんうん、ちょっと鉄塔さんはないだろうなと思ってた。あ前回ね、ドンさんの時、うん、俺が、まあ、前日ぐらいに用意して送って、うん、で、なんか届いたって写真が来て、うん、そこで慌てて鉄塔さんは頼んでたから、そうだね、うん、すぐ届くやつで頼んだから俺、うん、だからまあ来ないだろうなっていう気持ちがどっかにあって、あ、うん、あ届いたわ、で、名前も見ずに、ドンさんのだっつって、うん、俺もう持ってもう上まで上がってさ、うん、でしばらくして、うん、開けようと思って見たら、うん、あれドンさんじゃねえなってなって、あれじゃあドンさんはなんだろうって、うん、でまた一回下に戻って、うん、でポスト見たら、うん、不在票が入ってたわけ、もう完全なるだよね、そうドンさんのだけ、うん、で、あれなんでだろう、結構高いボックス結構空いてたから、うん、これいけんじゃねえのかなって思いながら不在票見たら食品って書いてあったから、うん、あーなるほどクールで来てるから、うん、無理だったんだっつって、でも夜もそう夜も夜だしこれは今日無理だってことで、うん、まあ次の日です翌日に、うん、マジ意味のなさがすごいよな鉄塔さんのはさ、何、うん、ですかあれ、アマゾン、アマゾンエコーかな、アマゾンエコー、アマゾンエコー、なんか声で喋って、うん、な何やり取りするっぽいんだよねあれ、そうだね、はい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 、なんか CM とかでよくやってるアレクサ、うん、何々してみたいな、はいはいはい、なんかいやあれなんかしてくれるやつ、CM 見ながらさ、うん、日本人はできねえよなこういうのって思いながら、うん、毎回見てたんだけど、うん、まさか我が家に届くとは思わず、いやーペイさんなんかそういうの好きじゃん、ハイテクなやつ、あーまあちょっとハイテクなのは求める傾向はあるよね、でもやっぱ自分では買わないなと思ったから、絶対買わないよね、はいはいはい、これはちょっとあいつに買わせてなんかやってもらおうと思って、あーそう、うん、なんか誤送信してもらおうと思ってさ勝手に反応してさこれが届きましたっつったらさ、うん、なんかこれ最近その誤送信があったとかいう話題のやつですみたいなさ、なんかもうそこメインで送ってきてんのああそうだね、いやでさちょっと困っちゃって、うん、まだちょっと開けてないのよ、あれまだ開けてないの、嘘でしょ、開けないよそんなことやっていいの、あのね、テッドさん本当に申し訳ないの本当に申し訳ないんだけど、ちょっと待って待って待って踏ん切れないんだよ、嘘だ、まず俺があれは何かもわからない、で、いやで一応開けない、でもさ どういうもんなんだなみたいな、うん、あ、もちろん、あーその何見はしたってこと、上は開けました、あーあーなるほどね、で、丸いなおすりやけに重いぞってなって、うん、で、まあ置いたんだけど、あ, うん、あれさ、いや久しぶりに、うん、久しぶりにあの何年前だ ?2 年前かな、シャワーのさシャワーヘッドになったじゃん、あ、うん、あれと同じぐらい困ったねマジか、うん、嘘、あのレベル、どうレベル、あのね違うのよ、困り方が違うの、うん、あーまあまあ、でさ、うん、まずいくらかもわかんないし、うん、まず調べるわけ、まあまあまあ、で、うわ結構すんじゃんと思ってまあそのあのね正直その人にあげるプレゼントにしては、うん、結構するなと思って、そうね、そういや鉄塔さん攻めたなと思ってさ、うん、俺もねあこれ結構攻めあれだなと思ったけど、もういいやと思って、うん、まあわかる、うんうん、面白い方が勝つわと思って、うん、面白さ重視で、うんうんうん、まあそうだね、だあのギフトの感じ、うん、いやギフトのねカードがさ、ああ出てて、うん、まあ袋にさついててさ、ああで一番最初に見て、うん、アレクサ幸せにしてって書いてあったの、はい、で
全然分かんなくて最初アレクサがねそう、うん、何のことだろうと思ってそうなんだ、うん、でポッと出たのはなんかデトロイトにいたかなと思ってあアレクサってやつがそうデトロイトをヒューマンしそうでなんか幸せにしてとか言ってる、うん、なんだろう鉄塔さんって思いながら、うん、あ、うん、そこ伝わってねえのかそうあそこ一発目で伝わんなかったあそうなのかそうそれ伝わるそれはありきのあれだからなそうであそこ伝わんねえともう終わりなんだけど、うん、あれこの人何言ってんだろうと思ってさ、うん、で中見てうん、うわこれ見たことあるわってなってさ、うん、でいろいろこう箱を見てて、うん、ポッと見たら、うん、なんかアレクサ電話をしてって書いてあったのはいはいはい、うん、そこ見て、ね、あ鉄塔さんなるほどってなってさおそこで俺は写真を撮ってツイッターになるほどそういうことだったのかそうあそしたらさなんかさ、うん、ツイッターではおそらく鉄塔さんはねうん、アレクサ幸せにしてってあれ自分の鉄塔さんのことを言ってんのよあれおあれ俺向けじゃないでしょね、うん、あれすごくいいメッセージですねみたいなことになってるのは、はいはい、鉄塔さんがアレクサに、うんペイさんを幸せにしてっていうのをギフトに書いてるって思ってるのみんなそうだねなるほどなるほどでも、うんうん、あれはおそらくうん、鉄塔さんは自分に、うん、アレクサ幸せにして俺をっていうあれ意味なんだよねあれはね、うん、もうちょっと違くてえおそれとも違うのそういう質問したら面白いねっていうだけなの本当にああなるほどねただ何にもないのそれ以外のそうなの？うん。そしたらさ、世の中の人たちがみんな勘違いするじゃん。そう。ああ、なんかすごいいい話風になっちゃって。鉄塔さんなんかすごいいいこと言うみたいな。鉄塔さんはそんなお願いをアレクサに込めているんだみたいななんか、うん、そんな空気感がすごい広がっちゃっててさ、ツイッターのなんか店員さんへのリプライを見ると、はい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 。これ俺もう言い出せねえと思って、ね、そうじゃねえってことが言い出せねえなみたいになっちゃって、うん、だから俺もうあこれいい話にしようと思って切り替えた。なるほどなるほど。俺もね、無言を、そう、無言を貫くことで切り替えてたんだけど、うん、俺もいつもなら鉄塔さんが、うん、なんか言ってくんのに言ってこねえし、うん、でそう俺も切り替えてるからそこでめちゃくちゃみんながいい話ですねってなってるから一回ね文章で、うんうんうん、皆さん勘違いしてるかもしれないけど、うん、これは俺宛てじゃなく鉄塔さん自身ご自身のやつですよって言おうとしたの、うんうんでもなんか鉄塔さんも言わねえし逆に言わねえ方がまあいいのかなって思って、うん、あそこはちょっとね踏みとどまったそうなんだよねそんなせめぎ合いがあったんだそうそう結構ね俺も言おうか言うまいかすごい考えたけど、うん、まあみんながいいように勘違いしてんだったらいいかと思ってそうなるほどね超いい話になっててそうすごいね、いい話だったみたいだよあそうなんだなんか心温まるハートフルストーリーでそんなにそう鉄塔さんが自分では言えないから、うん、そうアレクサに頼んで思いを込めたみたいな幸せになってくれみたいなすごいそんなわけないじゃん嫌がらせって嫌がらせで送ってるもんだからさこういうのって、はいはいはい、だから俺はいや違うんだよって鉄塔さんはそんな思いで物を送るてか俺らは他の二人にそんな思いで送ったことはないよっていうのねないねそうどちらかというと俺もペイさんに送ったのはどうせこれ日本人使えねえだろうなっていうのが前提にあってはいはい、はい、クソ邪魔だろうけどまあでも一応使った感じの感想とか聞けたら面白いかなぐらいのいやまだねちょっと使えてないけどまあ使おうとは思うせっかくもらったし ね、うん、俺はてっきりあの情報漏洩の方を狙ってんのかなと思ったよね、なんかね、こいつ家でどうせなんかこそこそなんかやってんだろうみたいな聞き出すための何かかと思ってたのあれでもさ、うん、実際やっぱ本当にあるのかね、うん、そうやって勝手になんか会話とかを送信しちゃったみたいな話だっけ、そう、ご送信しちゃってたんだよね、そうそうそう、うん、ご送信しちゃってたっていうのそれで俺は知ってたんだよね、アレクサの存在を悪い情報で知ってた、そう、悪い情報で知ってて、あっと思って、あ、なるほどね、そっちに来たかと思って情報漏洩狙ってきたなと思って、うん、どうなんだろう、実際ちょっとわからん、漏洩してくれ、そう、どうなのか全然わかんないけど、まあちょっと使って見ようとは、まあ、1回ぐらいなんかちょっとアレクサなんとかって話しかけてみてや、使ってみてや、それはそれは何やっぱり撮った方がいいの、
取んないで個人的でいい？その好きでいいけど。あ、ほんと？うん、じゃあちょっと幸せにし本当に ちゃんとやってくれるかもしれないしね。そうだよ、幸せにして。なんかいろいろできるみたいだぞ本当に。うん、案外なんかそれなしではもうみたいになるんじゃないの、うん、でもさ、テレビを消してって言ってもさ、うん、対応してなきゃ消してくんないんじゃないのかな、うん、そんなことないのかな、まあ、ないだよね。まああるとは思うよ、対応機種みたいな。いや、それメインでさ家具を買ってないからさ、うん、まあまあまあ、それで、まあまあ、電気を消してとかってさ、またパッパパッパなっても怖えからな。そうだね。いや、だってさ、なんか急に喋り出したら超怖えじゃん。ありそうだね。独り言言ってるかもしれない。分かりましたとか急に言い出すかもしれないもんね。うん、確かにありそうだよね。平さんだと確かにそういうのあるかもしれない。まあそれ狙いみたいなところもあるよね。だそうだね。だそこも含めてちょっと使ってみてほしいよね。そうだね。ちょっとじゃあしばらく使ってみようかな。うん。うん、まあそれでね、その当日ですよ。うん、当日だったよね、はい、そう、当日にそれが来て、うん、で連絡、まあ、ツイッターに上げてさ、うん、で次の日だよね、実家から、うん、戻るのがこんぐらいだってなるから、うん、俺不在票を持ってってたの、うん、ああなるほどね。で、まあ、ちょっと何時に帰るか分かんなかったから、うん、でまあなんかサッカーが、9時からかな、そうだね、あったからその前には帰るっていう感じでいたから、それでじゃあ帰る時に連絡しといて家着いて、うん、でそしたら来てさ、うん、ドンさんのやつですよ、ねえ、キンキンに冷えてんの、うん、なんだったの俺分かんなかったんだけど、よくね、まあ、単純に言えばうなぎが届いたわけ。うなぎ、そうそうだね。しかもね、うなぎってあのうなぎ、うん、そう、あのうなぎです。エロいやつ。いや、エロくない。いい、美味しいうなぎ。美味しいうなぎがね、届いたんだけど。へぇ、うん、ね、いや、いいじゃん。いや、うん、いいんだけど、うん、そのね、写真で撮るので、あのね、難しかったの。鉄塔さんのは、開かれた状態で送られてきてるわけでしょ、うん、蒲焼きみたいな。そうそう。鉄塔さんのはね、うん、ギフトの、なんかよくわかんない袋に包まれて、そこに、ね、ギフトカードがついてて、うん、あ、なんだろう、アレクサなんだ、で中見てわーってなるんだけど、うん、ドンさんのは、うん、まず段ボールに入ってて、はい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 、それは何かが分かんなかったの、うんうん、見た感じじゃね。そう、いや、なキンキンだな、なんだこれって思いながら、うん、開けたらもう包装紙に、うんうんうん、うなぎって書いてあるのよ。まずね、一発目だよ。ああ、でこいつやったなってなって、ああ、でまあとりあえず袋そのね、うん、やつをベリって剥がしてさ、ああ、で分かんない状態でまず1枚撮るわけ、はい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 、でこれなんだろうっていう写真を撮って、うん、で中見ようとしたら中にね、なんか説明書きみたいなのが、うん、あのね、うなぎの下に入っててさ、はい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 、で、まあ、うなぎだってなって、じゃあ冷凍庫入れようってなってさ、うん、全部出して、で袋があって、うん、その説明書きが書いてあるやつ、うん、でその説明書きの裏見たら、うん、紙に、うん、これはうなぎってすっげえ分かりづれえの、ギフトカードが。そこに書かれるんだ。ギフトカードでメッセージ書いたんだけど、それがどこにあるんだか分かんねえやつなんだ、あれ。そう。そこ上に置いてくれないんだ。最初一発でね、開いた瞬間出るくんじゃないんだ。もう裏の裏にあるんだ。そう。だから、うん、いや、ここはないわってなって、うん、わざわざまた、俺まずギフトカードが付いてるとは思ってなかったから。ああ。何も書いて。ワンチャン気づかれずに捨てられちゃった可能性もあるかもしれない。危ないね。なんだそれ。危ないね。わってなって、ああ、うん、冷凍庫に入れたうなぎをまずまた箱に入れて、ああ、で紙を上に乗っけてそれを写真撮ってでそれはツイッターに上げたんです。ああ、そういうことだったの。そう、ね、そう、へえ、てっきりやってくれるのかと思ってたんだけど、いや、もっとね、なんか分かんない感じにさ、うん、やってサプライズ的なさ、うん、うわ、なんだうなぎかよ、なんこれ、これはうなぎってもう見てんだ俺、まず持ってるし冷凍庫入れてんだよってなってんだけど、なんだそうだったのか。そうなの、やっぱね、アマゾン、テッドさんはアマゾン、うん、で、うん、アマゾンはギフトの袋にちゃんとね、うん、ギフトカードをくくりつけて。俺もアマゾンだよ、あれ。え、俺もアマゾンで
ちゃんとあのギフトのなんか設定してやったやつなんだけど、食品とかだ、多分ね、とかだとさ、あの進まないから、うん、多分そうなんだと思う。カード別になるんじゃない？で、あれ、なるほどね。さ、何気結構いいうなぎだから、そうなの？そう、結構いいうなぎ。なかなかな値段がする。いや、食べました。食べました。なんと美味しかった？美味しかったでしょ。いや、結構入ってたんですよ。結構入ってた。ありがたいことにね、結構入ってて。うん。あの、こ、なんだ、切り刻んであるやつ。なんていう、ひつまぶし病みたいな。あ、はい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 、もう入ってる。うん、そうなんですよ。いや、美味しかったです。でもさすがにそれは写真撮りませんでした。いやと、俺それそこまで込みで、いや、やっぱどうせならね、モザイクかけて。そう、モザイクかけて。いや、考えたんだけど、まあ考えたの、もう一度みたいな感じかなってなったの。お前そろそろ忘れてる頃だろうなと思ったから。あん時だったら行ってたよ。あの時だったら手がブレてる写真とともにモザイクかけてたけど、やっぱね、いかんせんね、やっぱ通ってきてるわけ。そうだね、一回燃えてるからね。そう、一回ね、一回ちょっとってなったから、あ、これはダメなんだって、やっぱね、人間って学習するの。ああ、学習したんだね。そう、そうか、やめたんだ、そこ。やめたんだ。あと、だってあの時2、3枚あげてたよね。2、3枚だけじゃなかったでしょ、確か。うん、いただきます、いただきますからの。そう、ごちそうさまとかかな。そうだよね。そう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 、あれ行って、あとね、言ったらちょっと時間が空いたわけよ、食べるのに。ああ、まあね、そう、て、あの、どんさんのも次の日だったけど、その時に食べてれば、そうだね、行った可能性はあるけどね。うん、そう、あの時ね、サッカーと思って。そう、あ、サッカーあるわと思って。そうなのよ、しかも、うん、俺すぐサッカー見たくて、気持ちサッカーだったから。わかる。いや、ていうか、もう俺も、まず当日不在表だった時点で、あ、もうこれはもうこれはないなと、もうそのうなぎの写真が上がることはまずないなと思って、うん、あ、じゃあもう、まあ別にこだわらないわと思って、写真をね、そのね、うなぎ会みたいな、知ってるわみたいな写真を上げたんだけど、そのもう数十分後にもうサッカーが始まるから、もう俺もサッカー頑張れみたいな。ですよね。普通そうなるよね。にやっちゃったから、まあちょっとね、申し訳ないなとも思いつつも、やっぱちょっと間の悪さ。まあ間の悪さは、まあ俺がね、その当日に受け取れれば一番良かったんですけど。本当だよ、お前が働きすぎなんだよ。そうだね、誕生日の日ぐらいはやっぱ8時ぐらいからゆっくりしてほしいよね。ほんとだよ、ゆっくりしてほしいわ。だってさ、別にさ、予定もないのにさ、ちょっと誕生日なんで休ませてくださいとかさ、え、なんでみたいになるじゃん。いや、家でゆっくりしたいんでってさ、切なすぎるじゃん。まあまあまあ。だからまあ、いつも通りですよね。ほんとにいつも通りだよ。いや、ほんといつも通り。いや、迷ったんだけどね。ワンチャン、こいつ月曜だったっけ、あれ、月曜でね、仕事だったらあれだから前日に送っとこうかなとも考えたんだけど。あ、それいい考えだね。ね、思ったんだけど、いや、まあまあいいやと思って当日にしちゃったんだよね。そう、したら見事にだよね。見事に外れ、見事に。うん、そうだね。まあ俺としてもやっぱ2つ同時にあげたかったんだよね、ツイッター。まあでしょうね。まあやっぱね、そういう間の悪さもあって、あの、やっぱりね、鉄道さんのプレゼントの方が、あの、リツイートとお気に入りは、あの、多かったです。やめろやめろ。まあ、あれ、いい話込みだからね、こっちの場合はね。そうだね。そうだね。あの、俺のもいい話、過去のいい話が。そうだね、掘り返されたからね。あ、こいつ行くってきたなって思ったの。そうね、燃やしてやろうって、えぐりたい気分だったから。そう、やっぱね、過去は忘れるなっていう、ドンさんからのやっぱね、お前忘れるんじゃねえっていう、そう、お前こういうのがあったよって、そう、ちょっとずつ思い出していかないと、まあ、だねやっちゃうから。もうだから、これからさ、6.18 うなぎの日みたいにして。いやいやいや、違う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 、それにはうなぎ食べようみたいな。いや、美味しいけど、いいと思います。美味しいんだけどさ、もうちょい
毎回写真でさ俺さ年一であげなきゃいけなくなるから年一でうなぎをお前はあげ続けるんだよって今年もありがとうございますみたいになるじゃん。そうだね、絶対みんなからさ6月入ったらさまたうなぎの季節ですねとかなるんだようるせえなってなるでしょ一生だねそしたらねもう忘れられないよ忘れられないになるようなぎ食べるたんびに思い出すよそうだよいやまあそんな感じでね、はいまあ、なるほどねうんお二人にはまあじゃあありがとうございますまさかここまでする話をしないつもりだったと思わなかったほんとだよそうだね俺てっきり驚くよびっくりしたわうっかりでしたね一番忘れちゃいけないとこだろそうそううっかり言ってくれなきゃ俺そのままそうですねそれ以外は何もなかったですって言ってた驚くわうんいやまあそんなこ、まあ、今年の2018年の誕生日まあ素晴らしい誕生日過ごさせていただきましたそれはそれは次はテッドさんですねああ、まあ、だいぶ先だけど、半年先だけど、半年ですね。半年、そうだね、考えれるっていうのはやっぱ。絶対それまで忘れ、ほんと当日、前日まで忘れてんだから、だってこういうのって。まあ、わかる。あって思う。あってなるよね。うん。そなんかあったかな。あ、そういえばさ、あれ何 父の日とかあったよね。父の日あったね。ありましたね。うん。まあ別にこれ大した話じゃないんだけど、父の日、俺母の日今回送るの忘れてて、あら、あーやべえ母の日忘れてたなと思って、じゃあ父の日に合わせて送ろうっつうんでね、うん、またあのレッズ関係のグッズ、ね、おお、レッズの商品見てたらなんか新しいトートバッグが出たらしくて、おお、じゃあこれ2つとあとペットボトルホルダー2つ送ってやろうっつって、あ、やっぱそういうグッズはさすがに持ってたりはしないんだ、最新の。わかんない。もう持ってるか持ってないかとかもうどうでもいいと思って。なるほどなるほど。多ければ嬉しいだろうと思ってさ。うんうんうん。で送ったらまあ普通にメールで返ってきて。あいいですね。父の日母の日のレッツグッズ受け取りました。お親父から返ってきたんだけど。うん。ありがとうございます。これで暑い夏の歓声を乗り切ろうと思います。あいいね。あいいじゃないですか。たまには顔を出してください。出せ出せ出せよ。でその後に一人ででも二人ででもって書いてあったのね。うわ。で俺最初これパッて見た時に、二、うん、人ってなんだろうと思って。うん、なんか俺そのこれはひょっとして早く嫁さんを連れてこいってことなのかなと思ったの。はい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 。うわーと思ったんだけどよく考えたらこれ兄貴のことだと思ってさ。あーなるほどね。そうなの、うん。俺も今ちょっとパッとそっち。俺もそっちかと思った。俺もだから最初これもらった時にうわこれ感謝と見せかけてすげー当ててきたなと思ったんだけど。うん。攻めてきたなと思ったんだけど、あ、これ多分兄貴のことだと思って、何の返信もせずに、そのまんまいるんだけど。なるほどね。そんぐらいだったかな、でも父の日とか。そうか、父の日とかもあったね。うん、ありました、ありました。俺も今、今思い出したけど、うん、父の日に、うん、俺、家にあれだわ、うなぎ送ったわ。え、お前、それ転売みたいな感じじゃないの？違う違う。違う？うん。お、ペーサー。うん？うちも。お前なんだよ、うなぎすげえ流行ってんじゃん、結局。そう。父の日がまずあって、うん、で、うなぎを、その去年、俺、うなぎは渡したの。父の日で。で、喜んでたから、あ、そうだ、と思って、あ、じゃあ父の日またうなぎ、送ろうと思って。父の日ありきのペイさんにもうなぎだったの、ね。そう。で、うなぎを送ろうとしたときに、うんその前にペイさんの誕生日何がいいかなって迷ってたのかなり。で、いろいろ検索かけてもなんかピンとこないなと思って、うん、父の日にうなぎを渡すってなった時に思い出して。ついでかよ。じゃあついでじゃん。うなぎといえばあいつだな。うなぎだ。てか、父の日よりこいつじゃんと思って。むしろこいつの方がうなぎじゃんみたいなね。うん。だから、父に、何送る前にお前の方が早かったまず送るって決めたのは優先は早かった、あなるほどね、うん、なるほどね、うん、そう俺も送った大流行してるからねやっぱいいぐらいの時期なのかな、うん、いやそのぐらいのいやいい時期なんだよね6月うなぎの時期ねうなぎの日、うん、土曜のうなぎの日はなんか7月あ4月もうすぐだよね、多分。もうすぐじゃん。なんか2回もうすぐだね。7月と。あるある。7月と。あるある。8月だっけ。ちょっと経ったるぐらいでまたあるよね。た日だっけ。うん。
そうそう、まああるからちょいちょい、うん、結構やっぱりね、父の日まだ間に合いますみたいな感じでさ、あるあるある、うなぎ最高ですリフトで出てきたもん。そう、最初何個かなと思った時、うん、でもやっぱうなぎってあんまいいイメージないからさ俺の中では誰のせいかわかんないけどな、いや、美味しいよ、なぜかわかんないけどあんまりいいイメージがないから食欲がわからないからあ、そういや、うめえなと思ってうわ、こんなにうめえんだうなぎっていや、よかったよ。ふぅってなったもん。うなぎーって。うん、それならよかったよ。うん、よかった。うれしかった。いや、あれ、おいしいうなぎのはずだよ。いや、おいしい、おいしい。いや、でも、うなぎ、そう言われると食べたくなってきちゃうな。いやー、やっぱ、いいと思いますよ。やっぱ、なんか、狙わないと食べないよね、うなぎ。そう、食べないんだよ、うなぎって。食いに行かないと食べないからな。なかなか食べるもんじゃないから。うなぎ屋さんはまず行かないよね。行かないからね。だって、何千円。1万円弱とかするや、うん、わけでしょ。 ある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 、いいやつだ。それはね、いいからね、うん、高いから普通に、うん、でしたね。そうです、うん、はい、そうですね。あとまああの23日なんですけども、台湾フェスティバル、はいはい、ありまして、うん、まあ無事公演自体は終わったんだけどさ、雨だったでしょ、うん、雨が本当にやばかったね。ねえ、結構あのね、その日ピンポイントで、うん、前後はまあ曇ったり晴れたりとかだったんだけど、うん、その日ピンポイントで雨がすごくてさ、あーそうだったね、そんな感じだった気がする。そう、太鼓叩いてる間ぐらいから結構降ってきちゃって、うん、あら、一番ひどかったのが終わった後だね。終わった後に、まあ、握手とかなんかこうさせていただきますみたいな感じで、はいはいはい、あとサインとかさせていただいてる間にガーって降ってきて、うんうん、で、それが全部ひとしきり終わって、じゃあ太鼓を車に運びましょうって時にはもうほんと土砂降りだった。うわぁ。久しぶりあんな土砂降り。あー、そんなか。うん。マジか。まあ、大変だったよ、だから。え、あれは、来種種飛ばしはできてたの？なんかね、やったみたいだよ。あ、マジで？雨降ってても、うん、雨降っててもみんな飛ばしたんじゃない？そうなんだ、うん、どれが種だかは多分分かんなくなっちゃうぐらい。そうだよね、本当だよね、飛んでっちゃうよ。一応やったっぽいけどね。なんか大盛況だったらしいじゃないですか、雨でも。そうなんですか。そうだね、なんかやっぱり多くの方に見に来ていただいてたみたいで、うんうん、嬉しいですね、うん、やっぱ何、どんどん人は増えていってる、来てくれる人。そうだね、見に来てくれる方は増えてるみたいな感じはするな。素晴らしい、ありがたいことですよ。かっけえからな、いい、ね、和太鼓ね。いや、和太鼓かっこいいからね。いいじゃないですか、まあ良かったですみたいなメールも結構いただいて、かなり来てたね。ららら、来てます、うん、そうだね、来てたね、うん、思ってますけれども、うんうんうん、読みませんけど恥ずかしいから。あれ、あ、そう、いや、なんか、これおそらく選んでも読まねえんだろうなと思って、うん、選ばなかったけどさ、いろいろやった、うん、あれもねあって一個だけ、あ、これ一応選んどこみたいなやつはあった、うん、あったね、どっちかが選んだんだろうなって思ったけど、うん、まあ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 ここはね、お気持ちだけでというか、ええええ、まあ読んでるからね、うん、うん、読んでますよ。なんなら俺らまで読んでるからね。そうだよ、そうだね、鉄道さんにしか向けてねえのにその感謝の気持ち俺らも読んでるから、うん、いいぞっつって、うん、まあでもなんだろう、彼女連れ多かったな。はぁ、なんかくだらねえ、女の人がさ、うん、その、あの終わった後に、うん、演奏終わった後にまあその仰天の皆さんと本当は写真撮ろうみたいな話だったんだけど、うん、はいはいはい、雨が結構強かったからちょっとじゃあ変えようっていうので、まあすみません握手だけにみたいな感じでね、うん、になったんだけど、まあしょうがないね。そうで、そういうのがあって、あとその後に俺が自分で書籍をやるのでみたいな感じでさ、うん、そしたらまあ女の人がわーって並んでくれると思って、うん、わーって思ってたら、うん、女の人がわーって来た後に男の人がなんかわーって来るの。そうあー彼女連れだと思ってさ、それ俺もうどういう顔していたか分からなくなっちゃって、だから男の人が、うん、どういう体で来てるのかも分かんないそうだよね。はあ、そうだから、なんだろうなと思いながら握手してました。なるほどね、やっぱまあ一人じゃ不安だからね。なんかね、そうみたい、連れてくんだやっぱね。まあしかも雨だし、そう、雨だし別に雨はそこに別に影響はしないと思うけどな。そうだろうな、うん、なるほどね。
よ。まあでも本当にね、多くの方来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。両点的にはね、8月の3日にも、公演が、まあ、平日なんですけど、これね。うん。まああるので、まあそちらもぜひ、よろしくお願いします。あら、やりますね。やるね。一人、さ、うん。飛び立ったじゃない去年。ああ、はいはいはい。メンバーの一人がね、そろそろ帰ってくる？なんかそろそろ帰ってくるかもしれない。時期的にそうよね。7月ぐらいに帰ってくる。あれから1年経ってんだよね、もうね。そうなんだよね。ああ。てか、じゃあメンバーも6人でやるんですか今後は。いやだからもうそのまま誰かに辞めてもらえばいいんじゃないか。ああ、なるほどなるほど。まあ、わかんないけど、その辺はだから今度は。血で血を洗うレギュラー総括みたいな。ああ、やっぱもう 5人までなんだ。いや、そうなんだよ。何せさ、和太鼓の数って今んとこ限られてるから。うん、ああ、そうか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 。そんなね、じゃあ、1人増えるから、じゃあ、太鼓増やそうよみたいな。うん、うん。できないのやっぱ高いのよ、太鼓って。なるほどな。うん。だから、まあ、この曲はこの人数で、この曲はこの人で、みたいな感じで変わっていくのかな、みたいな。なるほど。ああ、なるほどね。うん。うん、気がつけば大所帯に なりそうです、ね。いや、いいですね。いいじゃん。いいですよ。まあ、そんな感じなんですけど、うん、他に何か最近の出来事、ああ、ワールドカップの話とかする？ああ。いいんじゃない？ほんと？でも、いいとこまで来てるんでしょ？まあ。頑張ってる風じゃん、なんか。風だね。あ、ここまでできるんだなっていう、なんか本番に強いのかなっていうのが。そうだよね。いや、前もあったんだよね。岡田監督の時かな。岡ちゃんの時？そう。なんだかんだすげえ言われてたのに、あれ、ベスト16行くんだみたいな。ああ。意外とね。だって、格上しかいないわけ。まあ、そうでしょうな。なんか、すごいとこに当てられちゃったんでしょ？そう。FIFA ランクっていう、サッカー強い国1位誰とかっていうのがあるのよ。はいはいはい。で、日本が60位ぐらいなの。うん。で、全部で何位まであるの？いや、国、いくつだったっけな。ね。どのぐらいの位置に、その日本はランク付けされてんの？半分ぐらい？半分からちょい下ぐらい。なんか毎回低いよね、結構ね。そうなんだ。うん。でも、昔は日本、9位とか、10位切った時期もあったんですよ。すげえじゃん。おー。だから、ね、まあ、そっからぐいぐい落ちて、今60何位とかなんだけど、それで、FIFA ランクの、何位から何位っていうのを4分割して、くじ引きがあるのよ。はいはいはい、なるほど。だから、強いところが全員 A グループに行かないようにみたいな。はい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 。で、日本は一番下のやつだから、もう基本的に、もう上の人たちしかいないの。コロンビアとかだって10何位。で、次やるポーランドが8位とか。うわー、ポーランドってそんな強いんだ。そう、全部10位とか8位とか20位とかね。そういう人たちのチームしかいない中で、まあ、あの結果ですよね。いや、すごいよね。すごいよね。だから、まあ、これが動画になってる時にはもう3試合目も。あ、そっか。次はいつなんですか？次が木曜日の。そうだね。そう、木曜日の夜の11時かな。おー、だからこれが上がってる頃にはどうなってるかがちょっと決まりますんで。あ、それでもうあれか、決まるやつか。そう、もうだよね。そう、3回グループリーグは3回しか戦わないからだよね。次勝つか引き分けるかで、負けても負けたら他の人次第みたいな、場合によってはみたいなのがあるんだけど。だからね、次の相手ポーランドってとこなんだけど、ポーランドも、まあ、やっぱ8位だから強いのよ。 FIFA ランク8位って相当強いから。でも、もう2連敗しちゃって、もうあのリーグを敗退が決定してるの。なるほど。敗退決定なんだ。わからんね。もうゼロだから。あ、ゼロなんだ。そう、だからどう頑張ってももうその上位2チームに入れないと。あ、ワンチャンじゃあいけるね。メンタル的に結構じゃあもうやられてるっていう状態場合もあるし、最後だから1回でも勝たないとみたいな、ね、こいつらも巻き込んでやろうみたいな。0勝で
あのね、うん、国に帰ることができないっていう気持ちになることが多くて、ああなるほど。ポーランドってね、過去に2回も、まあ、もっと出てるんだけど、うん、過去2戦でやっぱり最初と次の試合負けてて、ああでどちらも次の試合は勝って終わってんだよね。あマジ？そう強いのか。意外とやっぱりほらやっぱ一勝して終わんぞみたいな空気になる場合もある、うん、けどなるほどね。どうなのかな、ちょっと油断してほしいな。そうだね、うん、次日本だしみたいな。いや、いけ、まあ、でもいけんでしょみたいな。どうなんだろう、やっぱ2戦あったからね、どうなるか分かんないっていうのが、まあそうだよね、引き締まってるかな。いやー可能性あるね。まあこれで仮に勝って決勝トーナメント進出、うん、ベスト16になったとしても、うん、次がイングランドか、うん、あ強いとこだ。そうイングランドか、ベルギー、あ強いとこだなんだけど、うん、だからそこもダメだよね。ベルギーなんて FIFA ランク3位ですから。うわーやば、やば。え今1位ってどこなの？1位は多分ブラジルなんじゃないかな。あーやっぱブラジルなんだ。うん、あドイツ、うん、わかんない。どうなんだろう、今はどこが1位なんだろうな。でもああいうのってやっぱ国際試合での結果でこうわわって変わるわけ、うん、ドイツだね。ドイツが1位で2位がブラジル。へえ。そうで国際大会とかで、うん、そのどっかとやってでこことやったから上みたいなさ、なんかあのランクマッチみたいなんじゃんゲームで。はいはいはい、はい、強いとことやればポイントを高くもらえるしみたいな。逆にそういうのに、ま、弱いとこって負けちゃうとすげえ下がる、ね、そう下がるしみたいなね。へえ。そうで昔日本が8位とかだった時は、うん、そういう、うん、あの計算方法じゃなかった時期っていうのがあって。あそうなんだ、うん、そうなんかポンポン国際大会をしてると上がっていくみたいな時期があった、うん、あとりあえず出たら出ただけ上がるみたいな。そうポイントがつくみたいな感じで、そういう時があって、まあ、それがダメだっていうから。そんなラジオ体操みたいな感じの時期があったか。、まあ、他にもねやっぱポイントのその計算方法はあったにせよ、うん、やっぱいっぱいやってる方が、ああそうだったんだ、有利というか。へえ。そういう時代もあったんだけど、まあねそれだとこう国際試合に要はお金があれば呼べるわけじゃん。そうだからね、そしたら資金力があるところの方がどんどん上がっていくかもしれないみたいので変わっちゃったのかな、うん、だからまあいろいろでそこでまたちょっと落ちちゃったりとかっていうのが日本。へえ。あー悲しい ね。ドイツなんだ。今ドイツって誰？ドイツビアホフじゃない？ビアホフ？ビアホフ違うかな。誰だビアホフって。オランダかな、うん、ステファン・レコしか知らないよ。ステファン・レコステファン・レコ系はな。ドイツあシュナイダー君でしょ。シュナイダー君。シュナイダー君か。あシュナイダー君ね。カール・ハインツ・シュナイダー君。あーあーすごいね。まさかステファン・レコが出てくるとは思わないから。ステファン・レコしか知らないの。ステファン・レコってドイツだったの。ステファン・レコってドイツだったの。ステファン・レコドイツだよ。うん、俺そこが。あ、そう？うん、ステファン・レコ。国であんま見てねえからな。そうなの、あの人たちのこと。誰？有名な過去の。あー、カーンか。うん、そうだね。俺、まあ昔の、今はノイヤーっていう、いい。ノイヤー。ノイヤーっていういいキーパーが。へぇー。ノイヤー手長いの？やっぱり長いだろう。手はそうだね、やっぱ長い。あ調べるとぐらい。ああ、そこ手がないのって違う、カーンじゃねえか。うん、違う、調べるとはまずフリーキックだし、多分ドンさんが言ってんのはシジマールね。懐かしいな、シジマール。よくわかるな、手が長いっていうのはシジマール。シジマール。そうですか。そうですか。まあ、ドイツは強いですからね。強いんだ。うん、ドイツ強いよね。強いっていうイメージがある。すごく、うん、強いんだね。まずあの前回優勝してるから。あ、そうか。そうドイツだもん。うん、マジか、うん、あららら、まあ、じゃあまた1位、今んとこ1位なわけだ。そう、ずーっと最近ずっとなんじゃない。へー。あのワールドカップ優勝すると優勝したチームだけ、うん、ユニフォームに金色の優勝しましたよっていうやつを、うん、あのつけていいの。あのトロフィーによくついてるみたいなやつ？マジ？次の大会まで。へー。だから今ドイツもついてるし、ああ前回のあの女子の日本代表
優勝したじゃん。はいはいはい、はいはいはい、あれついてたんですよ。そうなんだ。そう、そういうのもっと早めにくれないとさ、本当だよ、目で見てないから。あ、そう、そうだよ、くるよ。キラキラついてるんだ。ひら、あの、ひらひらじゃない、トロフィーのやつでしょ。トロフィーのやつっていうか、あの中学校とかの中学校横にある、あんなんつけてるの、西城秀樹みたいなやつじゃないよ。キラキラのがついてるんでしょ。違う違う違う、あの、ワッペンっていうかアップリケみたいなやつ。優勝、優勝って書いてあるやつ、うん、優勝って書いてある、そう、金の金色で、そう、金票会みたいな感じだったけどね。そう、あ、そう、今ドイツがついてるから、へぇ、優勝って書いてあった感じで。そう、優勝って書いてある。ダセーな、ダセーわ。その辺も見ながらね。そうなんだ。うん、いやだってもうさ、俺みたいなやつはほんとそういう時にしかサッカー見ないから、うんうん、はいはいはい、ほんと久しぶりにサッカーを前後半、うん、続けてみるみたいなのやったよ。もうさ、選手がさ、俺正直全然わかんなくてさ。俺もそうなの、うん、数人しかわかんないんだよね。まあ今はそうね、もうだって俺らはさ、うん、もう言ったら中村俊輔とかさ、そう、あのね、小野伸二とかさ、そう、あの辺とかさ、ね、誰、うん、誰っつった今。長島とかさ。長島ってガンバ大阪のあのちょっと待って、いや、いろいろ出てきちゃうな。あの、フジテレビのニュース、鎌本とかでしょ。だから鎌本はあれもうマリノスの1個前からやってるからね。日産からやってるから。一番最初になんかワールドカップで頑張った人っていうイメージ。うん、いや、ちょっと前なんだよね俺ら。そうだね、ああ、それこそそうだね、コメントでもあるけど中田秀俊とか。秀ね、まあでもその前も喋れるからね、上司とかさ。あれ、ゾノ、ゾノってどの段階？ゾノは上の段階。ラモスとかの段階じゃない？ラモスとかの時か。ラモス、北川とか。あの時代に、うん、ドーハのチームでしょ、だから。若い時。ああ、うん。うん。その時か。そうだ、井原とかさ。いや、その辺は本当見てたな、うん。見てた、見てた。そうですか。え、今日本は勝ち点 4とかですか。勝ち点 4、 うん、だ、なるほど、並んでるんだよね。うん、うーん、次あのさ、一個さ、じゃあペイさん詳しいから教えてほしいんだけどさ、ほん、ファールをやっぱ結構あるじゃない、サッカーとかだと。 ありますな。ありますね。で、ファールした後にさ、うん、そのすごい抗議するときあるじゃん、うん、うんうん、あれで抗議によって覆ったことってあるの？判定が。基本的には、うん、そうそうない。ない。じゃあ、あるはあるんだ。いや、一応、あ、すげえ言われたから なしって なったこともあるの？まずないんだけど、うん、なんかそれよりも言っておかないと、うん、審判も人間だから、はあはあはあ、それを良しとすると今後のその言ったことによって、うん、あのこっちのファールをまたちゃんと取ってくれるようになるとか。あー、その辺はやっぱりプレッシャーにもなるわけか、そういうのは。そう、いや、見てるダメだよとかっていう。だからそれは長谷部とかがよく、いや、すごい長谷部とか言いにくいね。長谷部なんか昔からそういうのやってるイメージがあるな、なんか。あー、印象を一応つけてるんだ。てめえ次やったらもう一回言いに行くぞみたいな。まあそれだけでもなかったりは、おそらく、まあね、その実際は分かんないけど、うん、それで言ってることによってちょっと時間が止まるから、その間に他の人が喋って、うん、あのやっぱ、なるほど、ね、客席とかが体勢を立て直すみたいな面もあったりもするのかな、うん、うるさいから結構やり取りができないから、近く行ったり水飲んだりとかっていう時間を多少稼いだりとか、まあ、ちょっと違うところの意味合いで抗議はあるかもしれないね、うん、なるほどね、うん、なるほど。なんかあれでしょ、今回からそのVAR？ ビデオアシスタントレフリーっていうの。ああ。っていうの、あれ今回からなの？あれは、そう、ワールドカップは今回から。ああ、そうなんだ。あれ、えぐいよね。あれ、すごいよね。まあ、ね、やっぱ、掘り返すのも、あれだけど、うん、川島の、うん、どう考えても入ってるじゃんっていうやつ。ああ、入ってるやつを、いや、入ってねえですよって勢いでいけねえからみたいな感じのやつね。そうそうそう。はいはいはい、入ってねえよって言ってるけど、うん、多分川島以外は全員入ってるっていう、分かってるっていうぐらいのやつもあれ分かっちゃうから。ああ、ビデオ判定ね。いや、でもまああれすごいよね。あれでさ、すごいね、俺あれでどうなんのかなと思ったら覆ったのあったよね、なんかね、どっかの試合でブラジル PK かなんかだった
ブラジルのネイマールが倒されたの、うん、で PK ですってなったんだけど、うん、そういう本当に PK とかそのカードになるとか、うん、その試合を左右するときにそれがなるんだけど、うん、よくよく見たら、うん、あれ自分で倒れてませんみたいな、みたいになって、うん、あ PK がなくなったり、それはすごい、それ見たときにはすごいじゃんと思ったんだよね、うん、それはすごいわ、うん、結構あったよね、あれでもあれができるならなんで日本のあのなんか長谷部かなんかがさ、うん、ファールしたみたいになった時には使わなかったんだろうと思ったんだけど、あまあ俺もちょっと思った、うん、あれここは使うべきなんじゃないのかなとは思ったけど、ね、あれはなんか誰が言うの、監督が言うのかな、なんか基準があんのかな、なんか VAR ボタンみたいなの押すのなんか誰かがポチって、あやっぱ一人一個持ってんじゃん、各サイトについてるんでしょ、押しに行くんだじゃん疲れながらパーツでクイズ答えるみたいな感じでパーツ押しに行くんだ、うん、VAR 来たみたいなあそこは使っていいのかなって、使うのか審判がじゃあちょっと見てくるよみたいになるのか、うん、あーすげー言うじゃん、うん、じゃあもう見ますみたいになるのかな、なんかでも1試合にさ、野球だと確かなんか何回までみたいなのあるんじゃなかったっけな、あるね野球最近ね、野球でもそういうの取り入れてて、うん、でも何回3回までだか何回までっていうなんか決まりがあるんだよね、サッカーもあんのかな、何回までみたいな、どうだろう、そんなにバンバン使わないでしょうね、まあ時間かかっちゃうもんね、なんかどっか見に行くんだもんね、走ってテレビみたいなの 見に、うん、見るよね、まずなんか、うん、その最近はずっとさ、あのヘッドセットみたいなのしてるから、うん、あそこで常にこう情報が行き交ってるらしいんだけど、はいはいはい、そう、それでなんかあれ今これあれっぽいっすよみたいになってて、じゃあ一回見に行きますって戻って、なるほどなるほど、見に行っ、あなるほど、コメント的には VAR 側の審判から主審に通信が来るんだって、なるほど、ああ、であとペナルティエリア内なのか、そうなの、ペナルティエリア内限定なの、ファールファールの場合、そうなんだね、あだからか、だからなるほど、じゃあちょっと離れちゃうとあれなのか、なるほどなるほど、ダメなのかな、へえ、いや画期的だ、すごいね、それはすごいな、すごいね、進んでしまったよね、はあ、まあそれがどうなのかはちょっといろいろあるんだろうけどさ、まあそうね、でもまあ思うことはあるもんね、見ててさ、これ違くないかみたいに思うことは結構あるもんね、うんうん、まあそうだね、それがあった方がはっきりはするからね、まあ、だってもう何も言えないじゃん、うん、オフサイドとかもいいんじゃないかな、うん、とは、まあ、そういう流れにはなるだろうなと思って、うん、そうね、まあ俺は賛成だけどね、あ、やっぱ結構分かれてるんだ、意見が。いや、どうなんだろう、別に。なんか意見としては、やっぱそういう生ものだから、うん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 、じゃあ審判って何なのってことにもまあなってくるし、あーなるほど、そういうのもなんかあったりとか、まあ、まあ、あとは機械でやっていくと、じゃああれもこれもってなんかなったりして、試合が止まっちゃうよね、みたいな意見もまああったりとか。なるほど。うん、だから本当ね、アシスタントとして、っていう立ち位置はすごくいいと思う。なるほどね。だから、アシスタントレフェリーだとか。うんああまあでもね、よりはっきりした方が、うん、でもさ、サッカーってさ、なんか結構曖昧な部分あるじゃん、そう、すげえリプレイでユニフォーム引っ張ってんのすげえ見えちゃったりとかしてさ、はいはいはい、これいいんだみたいになったりする、あのなんかすごいこっちもなんかの飲み込みながら見る瞬間とかあるじゃん、なんかさ、うん、あこれありなんだみたいな、うん、でもその辺はそのテレビのやつ、そのビデオ判定みたいのはやんないんじゃない、うん、なんか判その辺はそうやんないの、うん、だからさ、あの要は普通のテレビの中継のリプレイみたいなので、そうちょっとそういうシーンがちょっと一瞬抜かれちゃって、なんかみんな静かになるみたいなさ、はいはいはい、はい、今のは見なかったことにするから解説の人とかもさ、うん、なんかあーみたいになんかちょっと濁す感じのやつあるじゃん、あるね、はいはいはい、あれだから結構微妙なところもあるスポーツだよね、うん、まあそうだね、激しくぶつかり合ってるからっていうのもまああるんだろうけど、うん、うん、まあそうね、でもまあ本当に結構久しぶりに楽しく見てるな、やっぱいいですね、木曜もどうなるか、木曜で決まるもんね、そうなんだね、毎回毎回もう負けんじゃねえかなって思いから入ってるから、そう俺とかだからやっぱ情報としてさ、うん、情報しか
知らないから、しかも薄っぺらい、うん、なんか今年の日本はどうも良くないらしいみたいな。そうなんだよね。そう、うん、で、あと監督がすごい急に変わったらしいみたいな、ほんとその程度のレベルなの、はいはいはい、だからやばいらしいみたいな、うん、で入ってって結果としてなんか勝ったり同点だったりいい試合したりとかするから、なんかわーわーわーって毎回すごい、いやびっくりするよね、気持ちが上がる、うん、だって俺もそんなに点入れれんだっていう。俺も2人にさ LINE でさ、ジーコがこう言ってるらしいぞっつってさ、なんかあったよね、ジーコのインタビュー、なんか前送ってきたな急に、うん、ジーコの言葉を、なんなの、ジーコがキーマンはいないって言ってたから、なんでお前から俺ジーコの言葉聞かなきゃいけねえんだよ、おいジーコこう言ってるぞっつって、急に来たよね、急に来た、お前別にそんな興味なかったじゃんみたいな、いやでもジーコが言ってると思って、なんでジーコ、間違えねえんじゃないかなとかって思って、二人に思わず送っちゃってさ、すげえ読んじゃった、あのニュース。いやまあ読んだわ、うん。ね。なんかちゃんとしたこと言ってたな、ジーコと思って。ね。懐かしいなと思って。なんかそう懐かしいな、ジーコと思って。懐かしいよね。ジャパンあったなと思って。うん、でまあ他にもさ悪い評価しか聞かないからさ、そうなんだよね。漏れてね、ジーコも言ってるわと思ってさ、あもうダメじゃないかと思ってたらね、これだもの。そう。なんかすごい頑張ってるじゃんと思って。すごい頑張ってるよね。すごいなと思って。うん、すごいですよ、本当に。本番強えなと思った。まあ、頑張ってほしいっすね。頑張ってほしいっすね。頑張ってほしいね。ここまで来たらせっかくだから、ちょっと、ま、上まで行ってほしいなって感じ。そうだね。うん、ベスト8かな。16でもすごいんでしょ、だって。まあ、16でもすごいし、うん。すごいね。日本が一番行ったのは16だから。なるほど、なるほど。だから、俺ら見てた時だろ？そうだよ、多分。PK で最後負けたんだよ。だよね。そう、うん、PK でだから勝ってればベスト8いったんだけど、まあ、うん、しょうがないよね。あったなーその PK、うん、あった、思い出した、駒野が、うん、ああ、外す、はいはいはい、ね、はい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 、うん、あったなあったね、落ち込んだなあ、別にほんと4年に1回ぐらいしか見ねえのに落ち込んだな、うん、あ、そうか。そうか、そうか。頑張ってほしいですね。頑張ってほしいね。頑張ってください。はい。そんな感じで。テーマもらってます。はい。テーマがね、うん。ちょっと待ってね。これが先々週からまあもらってたやつなんだけど、うん。理不尽なルールというやつでテーマをいただいていて、はい、まあ時間も結構経っちゃってるので、まあちょっと少なめなんですが、うん、紹介しましょうかね。うんうん、はい。まあ、理不尽なルール聞いて、君たちなんか思い浮かぶことある？こんな、あったな、こんなルールみたいな。かなり考えたんだけどね。いや、いまいちパッと出てこないんだよね。あ、本当に。理不尽なルール。理不尽だらけではあるけど。うーん。ルールだもんね。そう。ルール、なんか学校でありそうだなとは思ったの。まあ、そうだね。いや、基本そうだよね。そういう、そういうものって。学校、会社とか、そういう閉ざされた。独自のなんか ね、 ね、なんか逆にそのさ、今まで付き合った人とかで、うん、なんかこういうのはやめてねみたいに言われたとかないの？あー、まあその話さないで、他の女の子と話さないみたいな、なんかよく聞くわ。はい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 、その自分は、うん、なんかそういうんじゃないからみたいな感じで、うん、連絡とかも取るし遊ぶくせに、うん、そのこっちにはすげえ特定の誰かに向けてのやつとな、こっちには遊ぶなとか言うのがありました。まだそれだよね、多分理不尽なやつ、ありました、そういうのあるよね、ありました、そういうの多分あるんだ、ね、私はいいのっていうさ、うん、言葉さ、うん、あれこそ禁止にした方がいいと思うんだよ。いや、禁止にした方がいいです、ね、あれは。いやいや、意味がわからないってなるじゃん。うん。わかるわかる。そりゃ、なんかさ、うん、その、なんで俺はダメなんですかみたいな。うん、あれ許せないわ。あれは理不尽ですね。あれ理不尽。だよね、あれね。まあまあ、そんな感じで、いろんな、はい、場所での理不尽なルールというのをまあ送っていただいているので、まあ、いくつか紹介させていただきましょう。はい。まあ、わかりやすいのは、
ドクターストップアバラちゃんさん女性の方、はい、今回のテーマは理不尽なルールですが、うん、私が人生で始めた理不尽はお年玉です。ほう、あ、小さい頃親戚からもらったお年玉はなくすといけないから預かっておくねという名目で母に回収されていました、うんうん、当然戻ってくることはなく、ある時母が新しいお年玉袋に私がもらったお金を入れて親戚の子供に渡しているのを見て、あれ戻ってくることは二度とないと悟りました。大人になるとあの時は大変だったんだろうなと今納得してますみたいなね。あ、なんかよく聞くようにお年玉とりあえず回収されちゃうみたいな、うん、はい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 、はいはいね、ありますね。あるね。俺、うちはそんなことなかったから、全部持ってた気がするけど。俺もなかったかな。なんか友達がそういうのあったな。ああ、なんかそうそう、うん。周りでは回収されたっていうのは。回収されたっていうのは、うん。聞いたことはあります。大変だよね。いや、それは大変ですね。ほんと、その、家族が増えたりすると、お年玉だもんね、うん。うちもそう、この、ま、年、正月ぐらいにさ、その親戚の子供が増えたって話したけど、うん、これから先増えていくだなっていう。そうだよ。そうだね。渡していかないといけないからね。うん、もう、何年か前からかもう、渡してるからさ。ああ、そうだね。いるもんね。ちょっとした子がね。そうなんですよ。ああ、そうか。おじさんだからさ、もう、不思議だよね、ちょっと。うちはほんと、遅かったから、全部。ああ。いなかったから。ほんと今からだわ、だから俺は。そうなんだよね。なかなか。まあまあ、でもなんか、なんだろう。別に嫌な気持ちにはならないかな。なんとなく。まあね。うん。うん、あ、金で喜ぶんだな、みたいな。結局ね。そう、ね、結局金で喜ぶ。まあ、うちらもそうだったじゃん。結局さ、うん、お金で喜んでたわけじゃん。そうなんですよ。お金がもらえるんだもんね、だってね。あのね、マジで嬉しい顔するから。うん。そう、あ、まあ、まあ、これ見れるだけでも、まあまあまあって。てか、俺もそうだったなっていう。そうなんだよね。うん、お金って、1年に、まあ、1回お金がもらえる日だもんね。そうなんです。そうなんですよ。それ以外ね。ここにこで。つらい金額の多さでちょっとなんかさ、うん、ああ、みたいになったりするじゃん。うん。ああ、そうだね。こんだけですか、みたいな。うん。わかる。だからやっぱ負けらんないよね。他の親戚には。そうなんですよ。てかね、去年渡した金額忘れんの。ああ。それがね。絶対さ、同じか超えていかなきゃいけないわけだよ。そうなんだよ。うん、もう以下、下げるのはありえないわけだから。そう、下げるのありえない。やってる側は、完全に覚えてるからね。覚えてる。ああ、あのね、3000円おばさんだみたいな。3000円じじいだみたいなことを覚えてる。そうなんだよ。マジでね、ちょっとメモんないとこれまずいなってくらいね、忘れるから。下げてきたぞってなったらもう。そうなんよ。もう態度もひどいですよ、多分。そうだよ。挨拶、目見て挨拶してくんないだろうね。うん、いや、ほんとですよ。でもちょっとね。いくらぐらい、いくつぐらいはいくらかっていうのもさ、まあ、親御さんのその、教育とかさ、うん、環境とかでも変わるからさ、なんかそういうので、ちょっと相談させてほしいみたいになるよね。そうなんだよね。ああいうのって、ドン様あげた時に相談したの？いくら？いや、しなかった。ああ、ほんと。うん。相場みたいなのもあるじゃん、多分。そう、あるんだよ。親戚相場みたいなのあるじゃん。そうだよ。お前バランス崩したら終わりだぞ。俺バランスブレイクしたら、俺やばいぞ。俺気持ちバランス崩したんだよね、確か。お前、それ、お前あれだぞ。ダメだよ。あれって、ちょっと。子供は当然、あいつ金持ってんなって目で見てくるからな。あれ、ちょっと多いね、みたいな感じにね、確かなった気がするんだけどね、それがもういくらだったか忘れちゃったから。それも忘れちゃった。まずいよね。まあ、うん、それ以下にしたらでもあれこれお前やばいぞ。そうなんだよ。もう一回あげちゃったら終わりだからね。現金だぞ、女の子なんて本当に。現金ですからね。うん、クズだなみたいな目で。そうだね。当てにしてたんですけどみたいな感じで、うん。ちょっとしたらお前あれだぞ、お前ネットに書かれんぞ。うわあ、本当だね。そういう時代だからね。そうだよ。うん、やばいね、それは。うん、そうか。お年玉か。考えていかなきゃな。うん、そうだね。あー、なるほど。続きまして。はい。じゃあ、これ。はい。サインさん、男性の方。はい。サイン社の皆さん、こんばんは。あれ？北海道出身のサインです。何？こんばんはで、何これ？何？イナバウアーみたいなこと。イナバウアー的なことなのかな。そうやってやってるつもりで言ってるんじゃない？そうだよ。
目の前横切りながら、イナバウアーして横切りながら、イナバウアーしながら、イナバウアー行ってますよみたいな、うん、通り過ぎましたよ、うん、今通り過ぎました。だ後ろで喋りかけてるね、うん、次からは腹立つ、うん、こっからは多分後ろにいるぞ、うん、テーマの理不尽なルールということで、私の高校時代の理不尽なルールについてお話ししたいと思います、うん、北海道の道東、道の東と書いてね、うんうん、に位置するど田舎の高校に通っていたのですが、うん、当時私は寮生活を送っており、その寮生活においてのルールです、うんうんうん、もしかしたら雪国の高校では結構あるのかもしれないのですが、うん、登校に支障が出る程度の大雪が降った際、うん、はいはいはい、どのぐらいなんだろうね、もう頭上じゃない、道ちょっと歩きづれとかそんな感じなのかな、それ登校にちょっと支障が出るだから、ちょっとか、そうか、まあ、そういう時には、うん、一番下の下級生、うん、つまり1年生ね、うん、が、うん、真っ先に除雪するっていうルールがあるんだって。ほう、なるほどなるほど、まあ、お前らやっとけよみたいな感じなのかな、うんうんうん、一見普通じゃないかと思うかもしれませんが、その当時上級生は一切それを手伝いません。え、手伝うとしても教師に言われた時のみ終わり際に外に出てくると。あ、はあ、なるほど、うん、そしてこういかにもやったよみたいな顔をして教師に除雪完了の報告をするのが、まあなんかそんな感じになってって、そういう感じなんだ。昼間降雪した時には雪をかき分けて急いで下校し、寮の周りを下級生のみで除雪すると。うわー、うん、大変。夜中降った時は明朝4時に起きて除雪していました。大変だな、マジで、うん、また当時の1年生の寮生の人数は少なく、上級生が20人、うん、2、3年合わせていたのに対し、うん、1年生がたったの4人。うわ、過酷でした。1人かけるようなものなら悲惨ですと。正直何度か体調を崩した記憶があります。はあ、そうですか。この人はそういうのがあったから、さすがにその次の年は自分たちのような思いをさせないまいと手伝って負担を軽減させましたが、で自分たちの一つ上の3年生は手伝うことはありませんでしたと。まあ学年によってね、いろいろあるんだね。なるほどね、うん、なるほど。でその上級生が卒業して自分たちが3年生になった際は1年生のみに除雪させるということはなくなったと。いいじゃん、よかったね、革命起こしたね。そうだね、うん、なるほど。雪だとこういうのもやっとけみたいな感じになるんだ。いやそれきついわ。きついね、除雪ってだって超きついんでしょ。いやー、重労働だよ。あんまりさ、やっぱうちらはそんな経験がないからさ、うん、そうね、きついと思うよ。あれ話聞くだけで辛いもん。重いもんね、雪ってね、まずね、それを朝やんなきゃいかけないとかさ。いやー、もうやだ、それはきつい。やだやだ、朝4時、4時だって。いや信じられないね。その後学校で授業なんて受けられなくない？いや行かない、行かない行かない行かないことはねえけどな。うーん、しんどいね、しんどいね。じゃあ例えば恋人関係だと、はい、やりまんぬれこさん、女性。うわー、名前がひどいんだよ、名前がもう。最初さん、こんばんは。こんばんは。当時付き合っていた彼との間で交わされた理不尽なルールを紹介します。おー、彼はテレビ局のディレクターだったのですが、すごいじゃん、うん、テレビが嫌いな人でした、うん、特にバラエティなどは大嫌いで、どれもこれもやらせばかりで嫌になる、くだらないと憤ってました。、うん、そんな彼との間で交わされたルールは、一緒にいるときはテレビをつけないか、またはニュース番組なら OK というルールでした。あ、バラエティ大好きな私にとってはものすごく理不尽に思いました。今ならうるせえ汁がバーカで済むんですが、当時私はまだウブな女だったので、うん、バラエティを見たい気持ちを押し殺し、けなげにルールを守っていました。うわー、うーん、それがそんな名前になってんの。しかしおせっせした後は、うん、おせっせよ、おせっせした後は彼は爆睡、うん、私は暇ということが多く、あ、でもテレビはつけられないし、スマホゲームも飽きたし、何しようとなった時、ふと YouTube のゲーム実況を見始めたと。はあ、私はスーパーファミコンなどの懐かしいゲーム実況などを見ていましたが、いろいろなゲーム実況を見ていく中でとうとう出会ったのが、スーパーカリウマトリオ、その名も三人称と。この理不尽なルールがなければ三人称との出会いはなかったかもしれません。そう考えると彼との出会いは無駄ではなかったのかなと思いますと。ああ、なるほど、なるほどね。へ、テレビ見るなとか言う人もいるんだね。あ、なるほどな、そういうのはありそうだな。
食、ね、食絡みでね、うん、なるほどね、あるのかもね、あようそんな強く言えるね、ねえ、よっぽどだね、よっぽど偉いと思ってんだろうね自分が。まあ、まあ、まあそっちもあるかもしれないけど、そうじゃない、じゃないと言えなくない、まあ言えない、うん、そんなこと、そうだね、まあ同等には思って、もうそうだ ね、 ね、思ってないよ、言い方もあるしね、だってもし同じだったら申し訳ないんだけどみたいになるけど、そうだね、こういう仕事してるからっていう、うん、うん、そうだね、言い方の問題なのかもしれないけど、そうだよ、うん、おせっせしすぐ寝ちゃうからね、おせっせ、そこはそうやって言ってんのに名前がひどいから、やりまんの量だね、やりまんの量だね、やりまんなの、知らない なんでこの名前なのかもわからないよ、何度か送ってくれてるよね、やりまんまずくない、う、ね、うん、じゃあラスト、はい、短いですけどね、うん、おっぱい膝小僧さん、男性の方、あ、ひでえ名前ひでえ名前のやつばっかだな、うん、まあでも可愛いよね、うん、おっぱい、まあそうだね、おっぱい膝小僧、うん、どういうこと、おっぱい膝小僧って、膝小僧がおっぱい、柔らかめなんじゃない、超いいじゃん、うん、ひどいな、羨ましいよ、サニショの皆さん、いつも面白い動画配信楽しませていただいております、はい、ありがとうございます、現役大学生のおっぱい膝小僧です。え、男？女？男だよ。男か。男で現役大学生とか別にもうほんとどうでもいい。どうでもいいね。今回のテーマは理不尽なルールということで、うん、あ、理不尽なのかちょっとわかりませんが、私おっぱいが、高校生、お前おっぱい、リアクションしたじゃん。名字かよ。私おっぱいが、高校生の頃お付き合いさせていただいていた、彼女との少し不思議なルールをメールさせてもらいます。うん、あ、やっぱあるんだね、うん、恋愛絡みは。あるんだね。高校生でお互い部活で多忙だったということや、それまでの彼女とまともなデートをしたことがなかったおっぱいにとっては、その意が分かんなくなっちゃうよ、うん、デートはとても貴重なものでした、うん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 、そこで、部活が休みとなると、定期テスト前にテスト勉強で忙しいと断られないかななどと考えながら初デートのお誘いをすることにしました。初デートね、なるほどね、うんうんうん、そうするとすぐに彼女から少し不思議な返信が来ました、うんうん、その返信は内容がごめん滝えってだけ送られてきたって、滝、うん、滝ってあの滝、山水に竜とか言ってあの滝です、ザーッとなる滝、最初は何を言ってるのか意味が分かりませんでしたが、うん、話を聞いてみると彼女はその日家族で滝に行くということでした。なるほどなるほど、だから滝があるから無理だということでごめん滝って送ってきたんだね。はあ、うん、後日その別の日に行った初デートは無事終わり、うん、彼女と出会うまで私の周りにはその滝に行くという人がいなかったので、うん、その時は本当に滝に行くんだなみたいなことは思うだけだったんだけども、うん、その後もデートに誘うたびに、その日は友達と滝帰ってきたりとか、うん、その日は龍神の滝、泊まりがけで滝など7割方が滝という理由でデートの断られすげえ断られ方だな、めっちゃ面白いな、めっちゃ面白いな、めっちゃ面白いわ、いつの間にかそのおっぱい膝小僧がデートを誘う時は、うん、23日滝などとこっちが気を使い逆にねまず聞いちゃうのね、そうまず滝が入ってるかどうか聞くみたいな、めっちゃ面白いな、滝中心にデート日程を調整するという滝ルールが定着してきました。まあね、そうだね、先に聞いといたね、そんな感じで滝で断られていくと、うん、もう滝なんじゃねえかなって逆思っちゃうからね、はい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 、まず滝ありませんよねってお伺い立ててから、うん、じゃあどうし、こうしましょうみたいになるわけだよね、うんうん、そして、このルールにより最終的には、この彼女は自分のことよりも滝の方が好きなのじゃないかなと思い、うん、悩んで別れるにまで至ってしまいました。あ、今となっては少し面白い経験をしたなと滝に感謝し、テレビなどで滝の映像が見るたびに彼女のことを思い出しました。やべえな、面白いね、それ面白いな、滝か、滝これはでもやっぱ本当なのかな、本当っぽいよね、なんかね、なんか滝で断るってあんまなさそうだもんね、まあ嘘ついてね、わざわざ滝で嘘で滝出てこないよ ね、出てこないと思う、いや出てこないと思う、うん、嘘で滝出てきたらそれはそれですげえ面白い、いやすげえ面白いよ、うん、
止まりにして滝もうこいつうざいんだよちょっと滝って言っとこうみたいな滝で断るわってめっちゃ面白いけどねめっちゃ面白いすげえなー彼氏は滝好きにならなかったんだねね連れてってこれはなんかもう滝連れてってよって言えばよかったんだねでも高校生だからなかなか滝に行くの、まあ、滝に興味が湧かないかそんなにしかも滝って結構遠出じゃんうん、泊まりがけで滝だからね、うんうん、だからなかなか滝攻めづらいよね、うん、でもさ、うん、そんなにさ、うん、言われたらさ気にならない興味とかっていうよりさまあ気になるよね、まあ、滝の何がいいんだろうなっていうところから入ってきそうな気はするよねうんすごい気になるな気になるうん変わったことね変わってるねてまた気が好きだ相当変わってると思う結構聞きたいけどね俺滝のうんちくそうだね、うん、面白そうあそうでも滝で断られるのはなかなかそういやなかなか来るねしかも学生でしょうん、それは来る来るだろうねうん友達と滝すげえな面白いねうん面白いということで、まあ他にもいろいろあったんですけども、うんまあ、皆さん、送っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。いろんなことに縛られてるね、みんなね。縛られてますね。大変だ。じゃあ普通のお便りもいくつか紹介させていただきましょう。はい。では、BB みかんさん、女性の方。おーい。野さんぺいさん、テトさん、こんにちは。こんにちは。ちは前回収録の時にの、おならの話。ですが、うんうんドンさんとペイさんはおならが出やすくて鉄道さんが出にくい理由を私なりに推測してみました推測してくれるの、うんドンさんペイさんは食べるのが早く鉄道さんは食べるのが遅いということが関係ある気がしますあ確かに食べるのが遅いことで有名な鉄道さんは一口が小さいまたはよく噛んで食事をされているのだと思いますうん、うんうん、早食いをすると空気も一緒に飲み込んでしまいその空気はおならとして排出されるそうですよなので鉄道さんもおならを出したいと思ったらあまりよく噛まずに飲み込む早食いをする癖をつけると良いのではと思いますこれ別におならを出したいわけじゃないけどなああでもそうなのかなそれも関係してるのかな一理ある気がするな。なんか言うよね。空気を飲み込んでるとおならが出るっていうのは聞いたことがあるから。うん、なるほどとはちょっと膝を打つ感じだな。そうか。そうなのかな確かに、確かにだな。確かに二人とも食うの早いもんな。でも、まあ言うてペイさんほど出ないけど、俺は。ペイさんはだからやっぱ一番早いじゃん、食うの。あまあそうだねで何も噛まずに飲んでるじゃん噛んでねえんだな何も噛まずにほんと食いやからさ、うん、噛んでるよちゃんと一口でいく時あるじゃん何をだよそんなことないよそのまんまパッてだからそれ空気すげえ食ってんだこいつあだからヘが出るんだよそうね、まあ、別にね鉄道さんがだってさそれ3口っていう時あるじゃん唐揚げ1個あー大切にしてるときね唐揚げああ今だって皮しか食べてなくないみたいなときもあるし感謝してるときまあでも唐揚げ弁当だからとちょっとあるよね、うん、たまにバランス取ってかん、うん、食べないとご飯との量がちょっとなーみたいなのでうんじゃ一回ちょっとまず小さめに行ってご飯ちょっと多めに行くかみたいなわかる計算のもと戦ってるからでマヨがかかってるとさらにその計算がちょっと難しくなるだからそのマヨ部分をちょっと逆にご飯にちょっとつけてあそう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 唐揚げは一旦大きいマヨだけで食べるみたいな調整していくみたいなねそう、うん、そういう調整も入ったりしてるからそうなんそこは俺ほんとあんまり人にとやかく呼ばれたくない、うん、でもなおかつあれでしょ、うん、動画を見つつだともうさらに遅くなるからあそうだね、うん、食べてないもんね途中食べてない食べてない鉄道さん食べてない食べてない、うん、箸置いてる時あったじゃん食えよと一回休ませてる時ねそう、うん、箸休めだね箸休めだ箸も疲れてるだろうからですんで一回休ませてるいやおっせんだマジまあ遅いとかあったね本当にすっごい遅いとかあったねマジでこの人遅いなって時あった、うん、最近はでも最近は分からんなでもまあ大丈夫になってきてると思うけどなまあそうだね一緒に食べに行ってる時は全然そんなに、まあ、そうね、うん、言ってみたら最近はそんなに遅いなって、うん、ある時から頑張るようになった時期があるんだよねそうだねなんかすげえ言われるからなんか二人に、うん、遅え遅え
ペイさんが特に言うんだよ。そう、すげえ言うの、俺が食べてんの、うん、おっせえっつってさ。いや、最初はびっくりしたの。最初はびっくりしたのよ、うん、本当に。うわ、この人まだ米1回しか食ってねえじゃんってくらい。俺が食い終わって横見たら米一口しか食べてない時とかがあって、あ、まあ、あるある。いくらなんでも遅いからびっくりして言ったの、うん、でもその後からは面白くなっちゃって、うん、あれまた遅いねってちょっと冗談半分で言い出したのはある。まあわかるね。でも1回目は本当にあれはびっくりしたよ、うん、あんまりだからその人と食べるっていうのをしてこなかったからやめってのがわかんない。そうだね、一人すげえ一気に切なくなったな。、うん、そう、実家とかでさ、うん、ある時引きこもってた時とか、はいはい、お母さんがご飯出してくれる時とかもさ、うん、後で食べるってなるじゃん。あ、そうするとやっぱ家族ともさ、うん、ペースが分かんなくなるからさ、ね、自分のペースでね。そう、そう、もう自分のしかないのよ、だから、うんうん、そしたら、あ、俺こんなに歩くの遅かったんだみたいな感じのやつなの、はいはいはい、なるほどね。でちょっとずつ今本当だ、胃の中の蛙、ね、胃袋の胃だけどね、その胃の中の蛙ですよ。別にいいよ、それは。それはいいよ。ああ、いや、にしてもだよね。今は大会を知ったわけだから、ああ、う、ね、もう大丈夫ですよ、うん、どんどん知ってってるからね、うん、トットさんも、うん、頑張ってほしい。ああ、もう今はもう早い、すごい早い、うん、早い、うん、まあでも、そうだね、この前ドンさんと同じぐらいだったね、うん、なんか食べた、うん、俺と同じぐらいだっけ、この間。何、ドンじゃないの、北海道のドンとか。北海道のドンだ、うん、そう、あれはほんと同じぐらいね、同じぐらいだった気がする、うん、もうペロッと食べたもんね、うん、全然成長してる。今でも成長はできるからちゃんと、うん、ああ、そうだから、もう最近はそうだね、遅すぎないっていうことはないね。そうだね、うん、うん、できる子なんですよ。それだけでできる子になると。続きまして、うん、ゾンビールさん、女性の方。はい、最初、皆さんこんばんは。こんばんは。先日の雑談放送、非公開収録で、うん、名前と顔が覚えられないといったお便りで、お三方が、覚えていますかを禁止にしないとおっしゃっていましたが、うん、うん、うん、同じことを小学校6年生の頃の担任の先生から言われたのを思い出しました。お、その時に、卒業するときに、うん、もし数年後俺を見かけたときはきちんと名乗ってくれ、うん、覚えていますかはやめろ、お、覚えていたとしてもすぐに出ないし、うん、せっかくの再会が変な空気になっちゃうだろ、うん、先生何々ですと言ってヒントをくれた上で覚えてますかと聞いてくれと言われたことを鮮明に覚えてます。あ、いいね、あ、ちゃんとしてるね。なるほど。あ、それから20年が経ち、その先生には一度も再会することはなかったのですが、うん、街中で以前の知り合いや上司や先輩に会った時は真っ先にその先生の言葉が頭に浮かび、自分から以前何々で一緒に働いていた〇〇です、うん、何々さんですよね、お久しぶりです、覚えてますかとか、そんな風に名乗ることが当たり前になった。ああ、いいね。これはすごいいいよね。いいです、それ。あ、いいですね、素晴らしい。これは本当にいいことだと思います、うん、素晴らしいな。まあこういうことをすると相手が覚えてなくても相手に知ったかぶりをさせることもできる、うん、あーあーあーみたいなね、何々ですよねみたいな、ね、最高じゃん。あ、最高だね、それ。お互いに嫌な思いをせずに済むことができるのでおすすめです。ああ、なるほど。これは素晴らしい。これは素晴らしいですね。これは皆さんも参考にするといいんじゃないですか。そうだね。いいね。でもこのやり方は便いいよね。自分も誰かに、うん、まあ俺はでもあんま覚えてますかって聞くことないけど、まああの時こうでしたねっていうのを言ってあげるのは大事な気がするな。うん、うん、うん。まあいいことですね。ああ、それはいいな。いいですよ。これはいい、いいこと。じゃあ続きまして。はい。雨の日生まれおさん。男性の方。雨の日生まれお雨の日生まれ男かもしんないけど。ゴロやばくない？やばい、ね。生まれお。うん、男じゃない？いや、雨の日生まれおでしょ。いや、いくらなんでもじゃない？本当？雨の日生まれ男？雨の日生まれ男まで行って。
つくべきなんじゃないかな、うん、生まれ王じゃないのゴロやばいよ、ゴロのやばさやばいね、そうかな、うん、まあ、でも生まれ何々王とか言うじゃん、うん、なんかそれなのかなと思ったんだけど、なるほど、でもそっちかもしんないよ、うん、かもしんないね、サリジョルのお三方こんばんは、はい、美容師をやっている雨の日生まれ王ですなんかちょっとあれなんかそっちの方がいい気がしてたな、そうでしょ、雨の日生まれ王の方がいいでしょ、生まれ王の方がなんだろ、そっちの方がしっくり気がしたな、しっくりくるよ、生まれ王がガリレオみたいに言うから嫌なんだよな、ガリレオガリレイみたいな、雨の日生まれ王嫌なんだよ、ちょっとそうなんだろ、いいんだろ、わー、いつも動画楽しく拝見させていただいております、うん、ありがたい、お三方に質問なんですが、うん、皆さんはゲームを友達が多いと思いますが、ゲーム友達はどのようにしてできるものなのですか、うん、居酒屋にはバーに一人で行くと知らない人と仲良くなる特技を持っている私ですが、うん、ゲームをやっていても友達ができません、よろしかったらどのように友達になったか教えてください、うちらの場合はまたちょっと特殊で、ゲームだけじゃないからね、きっかけがゲームだけどさ、そうね、例えばうちら三人称以外にも、まあ、例えば標準さんとかエレプロさんとか知り合ったけど、うん、結局みんなゲームだけじゃないからね、ゲームに付随して動画を投稿してたとかそういうのがくっついてきちゃってるから、うん、イベントごとがくっついてきてるからね、うん、ゲームだけ、それ以前のゲーム友達か、まあいなかったわけじゃないけどな、俺もいなかったわけじゃないけど、長くなかった、少数だよねやっぱ、うん、ポンと切るからね、ポンと切っちゃうからね、うん、そのゲーム飽きたらまあいいやぐらいの、特に MMO とかだと顕著だよね、うん、そのゲームやんなくなったらもう、うん、もういいやってなる、合わないなるね、うん、だからそうだね、そう考えるとそんなに多くないのかも、ゲーム純粋にゲームないかもね、今だともう純粋にゲームだけってないんじゃないかな、うん、やっぱ今はない、今だとそのオフ会とかにまでさ、うん、発展しないとなかなかなんなそうだよね、そこまでのゲーム友達って言えるレベルそうなんだね、うん、うちらの場合はもうほんとちょっと特殊すぎるから、うん、今後もそのゲームだけの友達ってのはなかなかできない、なかなか難しそうだよね、今後できねえんじゃねえかな、一人で例えばオンラインゲームをやってて、そこでなんかみたいな、全然知らない人と、うん、あ、まあでも交流を持とうともしないからな、そうね、そうね、なかなか難しいけど、難しいね、みんなどうしてんだろう今は、そのやっぱツイッターとかで、ツイッターとかでなんかよく見るよね、ツイッターとかで募集、なんか仲良くしてくださいとかさ、共通のこう趣味を持ってる、うん、ハッシュタグでさ、ね、共通の趣味でこれが好きな人と仲良くなってくださいみたいなのをちょこちょこ見るから、まあそれで ね友達増やしてくなのかな、 あと配信者の方で、うん、その視聴者巻き込み型のやってる人とかいるから、うん、最近見たので言えば、うん、あのダクソかな、うん、ダクソのリマスターかなんかでもうなんかいろいろこう貼り付けてて、画面にそのパスワードがこれでとか、あーで、そうね、そうそう、入ってきてくださいみたいな感じでやってる人もいたりするから、そういうのからっていう場合もあるだろうね。なるほど、うん、そうかも。あとスマホとかのあれだとなんかクランとかでとかもあるのかな。そうね、募集してて、うん、そこに入ってそこで仲良くなるみたいな感じなのかな。なのかな。まあいろいろねあるだろうけど、簡単なことではないよ ね、 そ、 ね、そこで知り合うのは簡単だけど、そっから友達っていうのは、うん、なんか、よまたなんか難しいよね、と馬が合わないとなかなか、こういうの、いや、 やっぱ最初はゲーム上手い下手とかで変わってくるのかな、あるかもね、まあスタイルによるかもしれないけど、上手いから一緒にやってるといいぞみたいな、あ、まあ、うん、それはあるかも、結構ね、うん、やっぱ勝っていきたい人たちはね、勝つからこそ面白い、そうだね、勝負事だとね、うん、それはあると思う、思い方が違うからね、うん、うちらにはちょっと分かんないっていう、そうだね、今となるとちょっと難しい、もう、どう探すんだろうっていう感じ、うん、ね、え、なんか投稿すれば、うん、いやむずいよね、むずいか、うん、うん、
続きまして、すみれの花さん、女性の方。はい。選手の皆さん、こんばんは。こんばんは。今回は恋愛相談をしたくてメールさせていただきました。私は今、高校3年生で、ひそかに好きな人がいます。あら。ですが、その人とは2年間クラスが同じだったにもかかわらず、一度も言葉を交わしたことがありません。あらららら。あら。その人の優しさや面白さが伝わる行動を何回か目にして徐々に好きになっていったという感じです。あら、いいね。ここで質問なのですが、三人称の皆さんはあまり会話をしたことがない同じクラスの女子に好意を持たれているとしたらどういう感情になりますか？教えてください。どういう感情になる？嬉しい。まあ意識しちゃうかな。そうね。まあそうだね。自分がね、好きなんだろうっつってさ、そう、夜寝る前とか、どういう喋り方してんだろうとか、なんか考えそうだな。喋ったことないなら。あ、まあそうだね。ああ、そうね。それで気づいたら好きになっちゃうかもしれない。まあ自分がその時特にさ、なんか。本当に好きだっていう人がいなければ、そうね、やっぱ気にはなっちゃうよね。そうだよね。うん、なんか変なことした時には、なんか見られてるかもとか思っちゃったりするな。すげえ挙動不審になる。なるほどね。まあ、意識しちゃうよね。変に意識しちゃうと、ね。変に意識しちゃうっていうのはあるかもしれないね。変な笑い声、とか言った時にさ、今見られてるかなみたいな。全然見られてねえみたいな。なるかもしれない。すごい意識しちゃうな、俺多分。好きだなって言われたら。そうね、言われたら、言われたら、まあ、好意を持たれてるっていうのが気づいた時だよね、だからね。気づかせ方って難しくない？いや、難しいと思う。それは難しいけどさ。それはわかんない。そこはいいんだよ、別に。気づかせ方とかじゃないんだよ。あ、そう。この人が気にしてんのは。あ、そう。うん、好意を持たれてる人だとどういう感情になるかっていうのが聞きたいって。ああ、まあそれは、鬱陶しいなと思う人っているの？ああ。よほど、嫌いじゃない限り。そう、もともと鬱陶しい人じゃない限り。うん。あ、まあそうだね。ないかな。うん。あんまり。そうだね。よほどじゃない限りは。そこはあんまり容姿とかも絡まない気がするんだけど、好意を持たれること自体がやっぱりなんかありがたいことだからさ。そうだね。うん。ぎこちなくはなると思うけど、その後、その子が。その子、その後むずいよね。そういう時ってどうする？何が？もし自分が、もし気がなかったとしたらどうする？気がないけど好きだなみたいな感じになっちゃった時に。でもこっちから言う必要って何にもできないからね、結局よね。難しいよね。別に好きだなんて言われてないわけじゃん。そうなんだね。直接はだからね、やめてくれっていうのもおかしいじゃん。そうだね、言われてないんだもんな。変に勘違いだったらさ、いや本当ね、もう死んじゃうよね。死んじゃう、下感で死ぬわ。そのまま何言ってんのみたいになってさ、なんかごめんみたいな。まあ確かにそうか。絶対言えない。絶対言えないよ。まあそうだな。まあ別に、悪い気はしないよね。そう思うけどな。と思うけどな。まあそれも本当に人によっちゃうんだろうけど、そんな難しいとこだよね。顔を持たれること自体はやっぱすごいプラスなことだからさ、なんかいいと思ってもらってるんだっていうのはね、そうですね。だからいいとは思うけどね、思うけどなっていう感じかな。甘酸っぱいな。そうだね。今年最後なわけだね、高校3年生だから。あれ、じゃあ夏どうすんだろうね。でもまだ話したことないんだよ、ほとんど。話したことないのか。ちょっと難しいね。だから夏に向けてちょっと話すみたいなね。まあそうね。いいかもしれない。彼女とかいないんですかね。どうなんだろう、そこは書いてないからわからないな。まだそういうレベル、段階じゃないんだろうね。そこの調べもついてない？情報が仕入れられてないのかな。いやー、あるのかもしれないけど、もうそういうことは書いてないな、ここには。そうか。そうか。ちょっと情報収集からですね。そうだね。ちょっと夏、少しずつ。夏どうなんだろう。もうさ、暑くない？最近。いや、暑いよ、マジで暑い。
外出るためになんか夏の匂いがするみたいな感じがする、すごく、うん、わむわっとして、むわっとするね、夏が来るんだなって気になるわ、うん、いや楽しみですよ、楽しみだわ、うん、続きまして、はい、いくらさん、女性の方、お最初の皆さんこんにちは、こんにちは、初めてメールを送らせていただきます、うん、話が変わりますが、私が、うん、4、5歳の頃、うん、父親が仕事で大型トラックの運転手をしており、うんうん、そのトラックの中にはカーテンが仕切ってあるスペースがあったと、ほう、うん、運転手、運転席かな、多分違うのかな、うん、トラックのさ、運転席、うん、あれ大型トラックの運転席ってなんか運転席の後ろがちょっと結構スペースになってたりするあるよね、うん、する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 、ね、うん、うん、そのカーテンが仕切ってあるスペースがありまして、うん、その隅に2つほど段ボールが不自然に雑に置いてあり、うん、うん、これは仕事の荷物なのか不思議になった母親が、うん、それをパッと開けたところ、めちゃめちゃエッチな大人の絵本がたくさん出てきました。絵本、絵本じゃない、大人の方、エッチ、大人の方、エッチな方、父親に何でかと聞いたら、会社の同僚も段ボールに積んであると言ったそうです。え言い訳になってないテンパっちゃってその情報やばいな、うん、全然言い訳じゃない、もうあやめちゃってる言い訳、全く言い訳じゃなく、他ではみんなもやってるからみんなもやってるから俺も持つわみたいな、何言ってたこれ男性のムラムラは本で解消できるものなのでしょうかっていう、まあ、質問的にはこういう感じ、あなるほどなるほど、質問的にはこうだから、まあ解消できます、まあできますよね、うん、そうだね、そんなもんな、あんな何にも関係ないよ、うん、そんなそうだよ媒体なんて、うん、そうだよ、うん、己の想像で、うん、そうそうですよ、どうにでもなんだ、目を閉じるだけで大丈夫な、いけます、全然いけますよ、うん、そこはもう、本っていうのは本当素晴らしいもんです、そうだね、そうですね、舐めないでもらいたい、そうだね、うん、でもやっぱトラックに積んでるってことはやっぱ長い長時間でね、まあ、何日かかけてっていうのもあるから、そうだね、うん、やっぱそういうちょっとあの方、ね、休憩中サービスエリアに止めての休憩中とかに、そこでかな、まあ、そこで以外ねえか、ワンチャンそこでの楽しみみたいなこともあるかもしれないからね、そうだね、そこ以外なくない、いやないかもしれない、正直ダメでしょだってそこ以外でそこでまずいよまずいまずいまずいよね、うん、いやそれはいい、それはね、いいじゃないですか。まあね、うん、走行中じゃないからいいじゃん。本当ですよ。うん、隣に女連れてるわけじゃないんだからさ。そうだよ。カーテンも多分閉めてるし、多分ちゃんと。閉めてるよ。うん、いいじゃないですか。そうかそうか、でも大変だよね、相談があると。いや、大変だと思う。そうね。どういう、どうなんだ、これ普通なのかな、案外。え、ああその大型トラックの、大型トラックの世界、いや割と俺普通な気がする、すげえエロいポスターが貼ってあるみたいなイメージはなんかあるわ、あ、まあ、あるあるあ、割と割と実はそういうもんなのかもね、だって会社の同僚も段ボールに積んでるんだもん、うん、はあ、なんかそんな感じするな、なるほどね、あいいですね、男の城って感じがするわ、なんか、いやそうですね、あいやいいいいと思うけどな、いいよね、うん、トラックなんかこだわりあるんだろうな、自分はこうするみたいな、あー、なんかね、ありそうだね、ね、なんか、うん、それはそれで面白そうではあるな、では、次でお便りはラストにしましょうかね、はい、ラスト、私はもう死んでいるさん、女性の方、お、ん、最初の皆さんこんばん、こんばんは、いつも楽しく拝聴しております、ん、とうとう皆様が福岡にやってくるということで、うん、大変楽しみにしておりました、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、先行チケットの抽選は外れ、あら、先着販売されたチケットは10時に仕事の休憩を合わせ時間ぴったりに申し込んだにもかかわらず買えず、あら、ショックを隠しきれない次第です、そんな次の日、ここ2ヶ月お付き合いしていた恋人にも振られました、あ、うわうわ、さらに同じ日、子宮内膜症を患っている私は、うん、定期検診のため産婦人科へ、うん、そこで子宮の状態が悪化しているとの事実を聞かされました、最悪がんの可能性もあると、そんな
結果は1週間後には分かるそうですが、その前に子宮が激しく痛む可能性もあり、そうなれば緊急手術になるそうです。重なるね。このメールを書いている今もすでに少し痛かったりします。あららら、痛いんだ。私にどうか三人称さんから何か一言いただけないでしょうか。今後生きていく気力になりますと。えー、あーえー、そうですか。あ、まあいろいろありましたな。いろいろありましたね。頑張ってくださいよと。そうですね。そうですね。まあ、うちの父も結構悪いことが重なりましたが、そうだね、ちゃんと乗り越えましたんで。そうだね。今、うなぎも食べたの？うなぎも食べたそうで、結構美味しかったそうですよ。やっぱり。本当よかったじゃん。うなぎ食べましょう。そうだね、うん、そうだね。エロいこと考えながらうなぎ食べそうだよ。元気もなる、うん、頑張ってよ、うん、うなぎ食べてさ、頑張ってほしい、うん、で頑張ってほしい。というわけでメールはこのあたりにして、うん、はい、ちょっと行きましょう、うん、はい。行きましょう、行きましょう、行きましょう、はい、今週は以上でしょ、以上でしょ、はい、はい、メールの宛先など、はい、動画見てる方、番組説明下にあります、概要欄に、全てのお便りはこちらというものがございますので、はい、そちらクリックしていただいて必要事項を入れていただければ送れますので、ぜひともこちらから送ってください。お願いします。何かありますか？何かあるかな、何かあるかな。そういえばあれ言ってなかったな。お、告知もされたよね。ああ、されました。ワクワク、お、ワクワクフェスティバル、フェスティバル、うん、になんか我々呼ばれて。そうですね。まずそれが何かってとこから説明しなきゃいけないのか、この番組は、うん、そうですね。ね、なんて説明すればいいのかな。ゲーム実況ワクワクバンドっていうのがまずありまして、うんうんうん、うん、それは我々が以前そのお世話になった湯気さんっていう方が、まあ、うん、主に組まれている、まあ、バンドがあるわけですよな、うんうんうん、でその人たちが年に1回なのか何回なのか、まあ、イベントをやられてるんですよ、うん、ちょっとホールを借りてそこでいっぱい人を呼んでなんか、うん、ゲームにまつわるああだこうだとか、うんうん、ゲームに関係ないこともなんかいろいろやるみたいなイベントがまああるらしく、うんうん、でまあ今回それに我々もどうですかっていう話をいただいて、そうね、うん、そこに出る、行きますっつってっていうのがですね、その間情報解禁みたいな感じだったのかな？ぽいですね。はあ、うん。ちょっとね、細かいことを我々何にも知らない、まだ分かってないかな。そうなんですよ。何をまずするのかも分かってないので。あんまり分かってないかな。分かってない。でもさ、言えないんだけど。スタジオコーストですよ。いやー。場所はもう決まってるのか。決まってるね。うん。あ、そこ。あ、でかいっすよね、スタジオコースト。うん、まあなんか周りでもなんかやったりとかっていうのはあるっぽいんだよね。なるほどなるほど。1個のそのステージ、うん、ライブがあるステージとはまた違うところで何かがあったりとか。ああ、うんうん、何やらされるんだろうね、うちら。やっぱゲームかな。ゲームじゃないですかね。そうなのかな。あんまりその普段何をやってるのかも、そのワクフェスが何やってるのかも知らないからさ、わ、うん、かんないけどさ、一体なんて呼ばれたのかなみたいな。今回6回目なのかな、多分。あ、そんなにやってるんだ、すごいね。あ、そうだっけ。バー6とかだと思うんだけど、うん、前回バー5がさ、あ、武道館って書いてあるんだけど、これ本当なのかな。あ、そうなんだよ、そうなの。武道館なんだよ ね、前回ね。前回武道館だよ。そう、だから俺今回も武道館に呼ばれたのかなと思ってさ、武道館だぜと思ったら武道館じゃなかったわ。今回は違うんだよね。いや、抑えられなかったんじゃない、ひょっとしたら。やりすぎたって思ったんじゃないの？あ、てか今年やってんじゃん、武道館。あ、今年武道館の？今年の頭やってるわ。すげえな。いや、すごいね。すげえな。すげえ。想像できないわ。武道館行きたかったけどな。武道館って。うん、まあ別にいいですけど。まあまあまあ、そこもすごいとこだもんね。全然いいよ。すごいですからね。そうだよ。ライブハウス武道館へようこそでもやりたかったね。まあわかる、それそれわかる。ああ、どうせなら武道館でさ、バンドとかもやるんでしょ、多分。バンドは2バンド出るのかな。あ、ほんとしたらボーイのコピーバンドでやりたかったな。ほんとだね。イメージターン歌いたかったな。武道館でね。最高で、贅沢すぎるけど。贅沢だよ。絶対ダメだよね、そんな。絶対ダメだよ。そんなことやったら怒られるよね。うん、
ちなみに、東京と大阪があるみたいで、うん、あ2回あるみたいですね、うんうん、そのどちらも出る予定で、どちらも出る予定でございますと。これって何、どうやって何か申し込みとか、もうそういう方法はまだ今ね、抽選で始まってるっぽいですよ、ね、うん、なのでこれを動画で見てる方はってなった時はもうもしかしたら終わってる可能性がある、うん、なんかね、結構やってた気がするけどどうかな、ちょっとわかんないかも、まあ、うん、あのワクワクフェスティバルっていうツイッターがあるんで、うん、そちらでつぶやいてらっしゃった、まあ、うん、終わってたらごめんね、なので話だね、ちょっと確認してみてください。そうだね、うん、いやー全然初めて関わる人たちしかいない、いやーそうなんですよ、多分ゆげさんとトシちゃんぐらいじゃないかな、トシちゃんいるでしょ、それ以外は、ほぼあんまり知らないよね、名前は知ってるけどっていう、名前は知ってるけど直接絡んだことはほとんどないみたいな、うん、だからどうなるかちょっと不安ではありますか。そうだね、ちょっと縮じこまって過ごしそうな気がするけど、さえ話さないと思ったそうですね、向こうも知らないでしょ、ま、だって多分、知らないと思うよ、知らないよ、うん、なんだこいつらってなるからねえ、なるよ、そんな気持ちで行けばいいんだ、そうですね、そうだね、どうせ知らねえだろっていう気持ちで頑張りましょう、頑張っていきたいと思いますよ、うん、うん、まあバンドとして出るわけではないので、そうです、そこだけは我々は別にバンドマンじゃないので、ゲーム実況者として、ねうん、そう、なんかそういう、フェスティバル、まあ、やれって言われたらやるけどね、別にうわ、うん、まあそんな感じなので、はい、はい、詳しくは、そのワクワクフェスティバルのツイッターなど、あとまあ検索すれば出てくると思いますので、まあですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、他にも、まだありますか、はい、まあ、さっきも言いましたけど、8月3日に仰天、和太鼓グループ仰天の本番があるので、まあ詳しくは仰天のツイッターとか、インスタグラムとか見てきてください。はい、お願いします。はい。そんなものですかね。です。はい。はい、というわけで、今回の三人称雑談211回は以上となります。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。